ああ、聞こえてる？ああ、聞こえてるか。ネコリクマにあやかいらっしゃい。こんにちは。お昼食べた？俺今からお昼食べます。食べながらやります。食べてからやろうかな。今混ぜてます。焼きうどん食べた。セネリオいらっしゃい。寺坂さんいらっしゃい。何食べたみんな。デニーいらっしゃい。こんにちは。昼ご飯は焼き鳥とポップコーン。焼き鳥とポップコーン、おつまみ、おつまみって感じ。広場いらっしゃい。何食べるの。なんと今日のお昼ご飯は、卵かけご飯を食べます。ミックピオいらっしゃい。そればっか食べてる気がする。とりあえず 腹を満たしたい時はもう米だけ食うか卵かけご飯食うか。うん、うまい。モアナいらっしゃい。サイバーパンク見てた。懐かしい。サイバーパンクなんかアニメやってるもんね。ネットフリックスだっけ？アニメ。アニメ見てから、そのゲームのやつ見返したくなるみたいな人もいるんじゃないでしょうか。パンプキンパイ。パンプキンパイ食べた？バルイでしたっけ？ね、世界一楽しい、美味しい食べ物じゃん。うん。マユトミいらっしゃい。こんにちは。バイオハザード配信じゃないですね。そう、とりあえずバイオハザード8のやつは YouTube でしようかな。うん、 YouTube でやっちゃったし。うん、まあネコネクマさん、卵かけ飯うまし。あ、ポス。ネットフリでアニメ見てるしてるね。クライいらっしゃい。スパイファミリー見てた。あ、新しいやつ何話まであるんだっけ。3話4話だっけ。面白いね、スパイファミリー。原作は読んでるんですか。原作はこれは聞いてらっしゃい。アマゾンのサブスクって切れてからでいいよ。うん、あと何日で切れるのか見れるからね。あ、マーギョンさん仕事中ですが、ガチチアスいらっしゃい。お仕事頑張ってください。お仕事頑張って。うまい。ちょっと ご飯を食べてね。ご飯を、飯を食わねば仕事ができぬ。ドロップでした。こんにちは。昨日寝落ちしてしまったところ見てた。ありがとうございます。昨日6時間ぐらいやってたもんね。まあでも4時間ぐらいでクリアしたよ、ストーリー。だから今日の夜、7時ぐらいから、7時よりもっと早く始めるかもだけど、とりあえずそこら辺から YouTube で、昨日やったシャドウブローズのハードモードをちょっとやってみようと思うんで、クリアできるかな。何ご飯？卵かけご飯食べてます。うん、うますぎる。ちょっと時の流行り紙を編集してた。2位の、ありがとうございます。動画 TKG うましたね。何も考えず食べるときはもう白米のみか卵かけご飯になりました。俺の定番は楽なので。うん、はあ、昨日やったから見れてない。ぜひ気になったらアーカイブ見てみて、まあ、今日続きやる、続きというかもう一回やるんで今日のやつ見てもいいかも。うん、とりあえずムービーはスキップせずに見るかな、もう一回。そう、サブスクは本当に1ヶ月経ったら勝手に切れるんでね。切れたらまた継続してやってくれたら嬉しいです。他に入る予定がなければね。他に応援したい方いたらそこのあれに入ってもいいですけど、まあ、またやり方わかんなくなったらみんなもあれサブスクでどうやってやるんだっけみたいな、連携どうやるんだっけみたいなね、携帯機種変とかでまた外れちゃったりしたら、聞いてください。またレクチャーするんで。
マフィン。バイオナ、あ、そう、今日バイオの後に牛首村見る、牛首村をちゃんと行ってた方がいいかな。待ってよ、牛首村よし、画像ください俺に。牛首村の横長のやつないんですか。あった、横長のやつ。あ、でもこれダメだ、あかんや、これならいい。画像ちっちゃいな、ちっちゃいぞ画像が。牛首村、大きい画像ないんか。大きい画像はこれか、これ大きいか。よしよし、ね、ツイッターで、今日の、夜22時の方がいいか、22時から、牛首村を、あ、ゲップ出たを見るので、見れる方は一緒に見ましょうと。 OK、 よい、牛首村で一応 URL も貼っといた方がいいか。 URL 貼っといて、よし、でツイートしとくか。牛首村カッコで区切った方が分かりやすいかな。カッコっていろんな種類あるけど、どのカッコが一番見やすいんだろうね。よし、オッケー。これで忘れてる人もまた夜見に来てくれるでしょう。よし、ね、ここにも貼っとくか。今日見るのはこれだぞ、画像ファイル、牛首村、これだ、これです。今日これを見ます。うん、よし、ちょ、これだとあれか、文字隠れちゃうか。これするか。 OK、大逆転あるし、入りが世界的のだいぶ先になりそうだしけど、あー、まあでも大逆転どうだろう、大逆転、そうだね、大逆転結構空いちゃったからやりたいけどね。お父さん、いいさん、よかったね。お父さん、お父さんしてたね、いいさんが。はあ、バイオ初見で見たいし、誰の見るかね、初見で見るなら俺だろう。俺以外、俺より面白い配信者なんているの俺より面白い、面白くバイオできる人いんの、いねえだろう。なあ、いるか、いたらごめんなさい。いない、いないと思って。リホいらっしゃい。こんにちは。こんにちはだな。腕痛くなってきました。あれですか、ワクチンですか、ワクチン。落ちパ、落ちパ今週、落ちパね、牛首村見た後何見ようね。ママ見る、ママ。何見ようか。次が決まってないんですよね。ゲップとともにツイートした。昨日落ちました。安静にしてください、安静に。俺より面白いやつおらんやろ、この世界に。どんぐらいの強メンタルでいられたら。悩みなさそう。あ、うまい。まこといらっしゃい、こんにちは。いらっしゃい。自信満々でいきたいね。そんな自信はないわけだけど。次何見ようね。ほら、次だから実写版シリーズとか良さそう。実写版シリーズ。
ニタニガからバイオを見ますね。そんな意地悪発言ばかりしてると嫌われちゃいますよ。いいんですか？否定的な人は嫌われちゃいますよ。いいの？なんか会話の最初否定から入る人みたいな。本当に気をつけましょうね。本当に。うん。なので俺は肯定から入ります。嫌われたくないので俺の会話は肯定から入ります。もくもくうまいうまいです新しいチャッキーいいね。チャッキーいや、みんなも気をつけてくださいね。あの否定から入る人、相手の意見を否定ばかりする人は嫌われてしまうので気をつけましょう。俺あれだよ、ここだけの話、例えば何か教えてもらったりするじゃないですか。何々は何々だよみたいな、なんかの説明受けるとするじゃないですか。俺知ってるやつでも、あ、そうなんですか、知りませんでした、ありがとうございます教えてくれてって言います。ありがとうございます、それ知りませんでした、勉強になります。いいと思いますよ。卵かけご飯食べてます、美味しいです。見て面白いけど他の人の場合を見ますね。それ思ってても言わない方がいいやつ。今は機嫌がいいけど機嫌悪かったらそれでブロックになるから気をつけてくれな。俺のメンタルによってはそのこと、その発言ブロックだから気をつけてくれな本当に。今すごい卵かけご飯食べてて元気だからいいけど、一言多いと嫌われますよ。なので思ってても言わない方がいいな。何々さんの配信見に行きますねみたいな、本当に良くないぞ本当に。そう、まあ、例えばさ、 A 君と遊んでる時に B 君の話ばかりしてたら嫌でしょ。 A 君と遊ぶのつまんないから B 君のとこ遊びに行きますみたいな、そういう感じにとらわれるから言わない方がいいぞ本当に。これからの忠告、うまい。言わないでしょうじゃあ B 君のとこ遊びに行ってくるね、 A 君と遊んでる最中に。言わないでしょう普通はなのであんまり意地悪は言わない方がいいと思います。よし、あ、うまかった。やるか、やりますか。はあ、はあ、泣かないで、悲しいね。普通に悲しい。茶化して言ってますが普通に悲しんでますんでご了承ください。コナイキさん、ナイビスありがとう、センキュー、ありがとう。アポス、明るい感じで言ってるけど普通に傷ついてますよここだけの話な、あんま言わないけどそういうこと。なんだろうな、コメントでいじるとかさあると思うけど、そういうなんだろう、否定的ないじりは人によって通じるとき通じないときあるから使い分けた方がいいと思います。なので俺は否定的ないじりはしません。まあ、例えば容姿いじりだったり、なんだろう、なんかあいついらないよねみたいな、そういうなんかマイナス的ないじりはあんましないようにしてます。何かいじりたいときはまず自分を下げて、自分と俺みたいになるなよみたいな、まず自虐ネタだったら誰も傷つかないのでまず自分を下げますね。何かをやりたいとき、何かいじりたいとき、相手をいじりたいときはまず自分を下げて俺と同じレベルまで来いみたいな、そういういじり方をしたいと思ってる常日頃から。自分いじっても自分傷つかないので、なので人一瞬考えてからコメントするといいと思います。コメントするときにこのコメントしたら相手がどういう風に気持ちになるんかなみたいな、一瞬でいいんで考えたらもっと優しいコメントが打てると思います。 OK、 やっていきます。なので相手をいじる笑いの取り方は俺はしません。難しいので、というのは本当プロしかできないのでね、それやりすぎると普通にいじめになってしまうんでね。よし、いきます、やります。なので俺はもう未熟なので、そういうボケ方はしない、いじり方はしないと心に誓っております。
やっていきましょう。殺しておきます。まあでもこれは俺の考え方なんでね、全然いいと思います。この考えをあの強要しようとは強要しようと思ってないので、強要強制とは、俺はなるべく波風立てずにみんなと仲良くしたいと。まあみんなに好かれる人間にはなれないと思いますけど、全員に好かれてる人間とかこの世界にいないと思うので、なるべくね穏便に楽しい放送ができたらなと。生放送では動画では楽しいだけを追求していきたいなと。世の中不平不満いっぱいありますが、いろんな事件も事件事故やいろいろありますが、楽しいを共有していきたいね。ネットで悪口を書く人もいますが、俺はいいポジティブなことだけ発信していきたい、うん、そういう使い方をしていきたいです。 YouTube も Twitch も SNS も。でもたまにメンヘラツイートはするので、そこだけご了承くださいもうダメだしんどい、多分またコロナになったらまた、あ、ダメだ、死ぬかもしれんと言うと思うんで、減らったらまたかまってやってください。お願いします。減らることはたまにあります。よし、うんいきます。活字のコミュニケーションは難しいからね、本当に。あの文字だけだと本当に自分はそんなこと思ってないのに別の感情を汲み取られてしまう場合があるからね。言葉だけの時は特に気をつけよう、コメントするとき。よし、ヤクザやっていきます。待ってよ、いろいろ余計なものいっぱい出てる気がする。これも消しといて、ででかいのか、どうしよう。でもあれか、ゾンビはバイオの時にやるとして、こっちにしときますか。よし、 OK、 ふわっとこんぐらいでしょう、多分。オッケー。音でけー、音でけーなー。よし、オッケー。確か兄さんのイベ前だった気がする。あ、ありがとう、ありがとう。そんなの全然覚えてなかった、そんなの全然覚えてなかったよ。 Thank you。 そうだっけ、そのギリでセーブしたんだっけ。4つ全部セーブした気がする、全部同じセーブな気がするぞ。完全に忘れてた。ガチ玉じゅんたん、ハロウィンの期間しか見れないの寂しいしね。いやでも全然これ使っていきたいですけどね。これかわいい、かわいいよ。ハロウィンじゃなくてもここだ、ここ。うわー、お腹いっぱいお腹いっぱいで眠くなってきた、眠たくなってきた。どっち、中か。よし、かわいいよね。レガごとく何がおすすめ。レガごとくゼロのストーリー好き。でもあれ俺レガごとくさ、レガごとくゼロとワンを今やってて、で昔にもやったことあって、で2の途中までと3の途中までしかやってないので、2は自分で買って途中で やらなくなって売っちゃって、3は友達に借りてクリアせずに返して、なので、あとセブンだから、おすすめと言われたらもうセブンかゼロしかないよね。これもいいけど、やっぱりストーリー、てか、兄さん使えるからゼロ、ゼロです。イエーイ、マジマさん素敵ー。なんだあれは、マジマの兄さんなのか。なにこれあ、これあれじゃん、カラオケの時来てたやつじゃないこれ。カラオケの PV で来てるやつ。ヒルちゃん、そんな遠くにおらんで、こっち来いやー。踊ってるー。マドレーヌでした。こんにちは。ヘラフキシーでした。これ見てみー、この体のキレ。いやーすげえ。キャーウェーイ、うおーいいぞー。その格好は何なんだ、ずいぶん前に流行ったアイドルの衣装みたいだが。お、そこに気づくとはさすがやの。昔ブイブイ言わせとったな頃の服を押し入れの中から引っ張り出してきたんや。まだ持ってたのかこれ。あ、視聴者にフォローするに伝えましょう。フォローお願いします。フォローしてない方はフォローしてってね、お願いします。最近はこういうギンギラギンな衣装はあんまり人気ないみたいでな、逆に目立ってもうたみたいっちゅうわけや。それで、ね、こんなところに俺呼び出して何の用だ。17年前の衣装でしょこれ。ええー、今日でサブクエクリアするのわかんない。まあでも別にサブクエだから見なくてもいいと思いますよ。フォローしてらっしゃい、こんにちは。
ブレイキングファイトって知っとるか？踊りながら喧嘩することでオーディエンスを沸かせるパフォーマンスのことや。それ蒼天盛りでやってたよね、橋のとこで。いや、ラッパー仲間と、ラッパーじゃないか、ダンサー仲間と踊りながら喧嘩。やっぱ知らんか、マイナーやったもんな、マイナーやったもんな。それはさとき、ブレイキングファイトでは技を仕掛ける側だけでなく受ける側にも不相応の実力が求められる。それはわかるやろ。一方的な弱い者いじめに見立って客は喜ばれ、喧嘩は実力が白中してこそってことだろ。せや、つまり俺のダンスの進化は俺と互角以上の相手と語り合ってこそ発揮されるっちゅうことや。なるほど、そのために俺をなったわけか。ようやく合点がいったぜ。やるぜ、アイドル対ハンラ。ああそうだ、服着ようと思ってたのに。そろそろ服着ようかね。やるか。よっしゃ、こう難しいこと考えんで、とにかく全力で俺を試してみや。それが最高のショーになる。いくでー。普通に叩けばいいんでしょこれ。急に真面目になるね。とりあえず普通に倒せばいいってことでしょ。それ銃の使用は OK ですか、そのブレイキングなんちゃらに。痛いでー。ダンスずるいよな。まあ、何があろう。おい、よし、おれい、つえ、一撃でバゴンと減る。どれ。ドーン、ダーン、ドーン。むちゃくちゃする。むちゃくちゃする。いいなこれ。離れた状態からでも出せるのいいなこれ。回ってるところにドーン、ダーン、ドーン。いいな、相手つかまなくてもいいの。いいな、顔面形変わるぞ。いた。おい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 、あ、ドン、ダン、ドン、ドン。でも減りが少ないな。お、ためろためろ。よし、ドーン。だだ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 だ。あ、デニーさんもナイビッツ、ありがとう。ありがとう。あいざいます。あいざいます。おい。おい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 、あ、やばい。やめろ。あ、くそ、ダメだ。ドン。あ、でもそろそろ威力下がってきたから、背負い投げのやつやるか。背負い投げのやつ、多分別のやつ出せばこの威力減衰みたいなのがなくなるはず。同じ技ばっか出してると効かなくなってくるから、耐性が。おい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 。あ、でもこれがやるんだった、こっちの方が一番減りがいい技を使いたい。アイサイン、ナイスー。ほら、ハトもちろん、これから幾度となく戦うからな。ここで時間をかけてる。あー、じゃあ、まずアイサイサイサイ。もう結局おら、痛いもう、くそ、痛い、蹴られた。最初からこうすればよかった。最初から飛び道具でやればよかったんだ、この野郎。おお、ジェーンドーの解剖が33時間以内で見れないじゃん。熱いバトルやったぜ、キルちゃん。すげえ、五郎さんに勝つなんて。チャカ使ったけどね。これが本当のブレイキングファイトか。すげえ、熱いじゃねえか。
キャーどっちも素敵やったで。おい大丈夫か兄さん心配は無用や、言うたやろ。無敵か君は、不死身か。何トロちゃん頭すか、やられた演技。ああま、さすがにキリュウちゃんが相手じゃ無傷っちゅうわけにはいかんかったかな。せやけど俺は元気ビンビンやあ、いたたたたおい無理すんな、実は結構効いてたんじゃねえのか。40でしょ今、40歳でしょ。40歳でもう動きすぎだちょっと。ドアホよ、真のエンターテイメントのもの、客の前では本当の顔を見せたらあかんのや。それにしても最高のパフォーマンスやったな、キリュウちゃんを呼んで大正解や。おかげで俺も昔の技を少しは取り戻したような気がするぞ。またな、またな、よし。ごっついの A ランク、やっと A か。カリスティック技を習得しました。カリスティック技、喧嘩で人を魅了しちまうとは、まだまだ俺の知らない一面がありそうだぜ。楽しそうだぜ。待って、お、新技体極めし男。いつの話だよ、もう終わっただろ新規だよ、だいぶ前に。まあいい、とりあえずまだまだ覚えてない技いっぱいあるからね。これトンファーとヌンチャクを取り扱うことができる真島の竜我流技らしい。 S ランクに昇格するとトンファーが、もうトンファー今から使うあれもないけどな。ヌンチャクどこに売ってんだ、見てないぞヌンチャク。コンボ中にスウェイ、またか、虎の図。カウンター攻撃技、ヒートゲージが低いほど威力を増す。とりあえず、そうだ、闘技場も行かないかんのだ。今日じゃ無理だな、これ。おい、カズキでした。こんにちは。いらっしゃい。40歳だけど、まだ動けるね。若いね。よし。怖い急に。マップ上どこでも出ればいいのにね、兄さん。兄さん紛れてるか分かんねえんだよな。とりあえず何がしたかったんだっけ。これ以外は、あ、服着たかったんだ。服着に行こう。服着て、その後、サブイーベーかな。メスキング。メスキングやるか、メスキング。メスキングとあと2個サブイベが、あの格闘技のやつの格闘技場に誰かが潜んでるでしょ。潜んでるのと、あとその絵か、絵を持ってこないと。よし、結構近くにいそうだった。でも近かったらね、マップに出るんじゃないかなと思うんですが、あとはるかのお願いみたいな、おねだりみたいなやつもあるんでしょ。着替え、そのはるか関連やろうか。囚人服行くか。じゃあよし、地味だな囚人服地味だな。違う、あー昼とか夕方はないんかな。着替え、黒服行くか。黒服よし、かっこいい、一緒に行こう。よし、こんなに治っちゃって、ほんのちょっとだけ物足りないですね。こんなにね、まだ治ってないんだよね、実は。まだ痛い。あ、でもチョコラビビ届きました。チョコベ届いたんで、チョコベ朝晩と一錠ずつ飲む場合いいらしいです。思ったよりカサカサ言うんだね。チョコビーが届いた、チョコビーが。どこにおるんや。あ、ほら、はるかとだからできるやつ、はるかとだからできそうなイベントがいろいろあります。これをやっちゃったらもうあとはメスキングになるのかな。メスキング、これメスキングだから一人でできる。ミレニアムタワーのところかな。お守り欲しいなって何。ドンキホーテの守り買ってほしいな。悪いことから守ってくれるんだっていいことあるくていいな。仕方ない、はるかが言うならドンキホーテに行くしかない。チョ
神戸が聞くといい。メイスキングのカード全部集まった。いや集まってない。メイスキング集まってないね。全然待たない。あと数枚だ気がする。あと何枚だっけ。商品パーツもコンプできてないからね。ここまで来たらパーツコンプしたいけど。あれメスキングってこれか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13枚だね。あと13枚あったわ。意外と。あ、おじさん、あれあれ。守りを欲しがってるようだ。あ、買うしかない。ねえねえ。守り買ってほしいな。守り。はい。気休めになりますよ。はい。ありがとう、おじさん。いいよ。お、はるかの信頼。え、全然信頼されてない俺。マジ？あんなに守ったのに。はるかのおねだりマジマロアニキメスキングだったコンプ。わかんない。ごめんよ。スタミナロイヤルが効くみたい。疲れた体に効くんだって。スタミナロイヤルを買えと。あるんじゃん、スタミナロイヤルは。あるよ、スタミナロイヤル。薬局に行けってか。薬局に行けということか。ことぶき薬局に行けと言っている。アンに信頼度低く。一緒にご飯食べたりすると信頼度上がった気がする。でも、はるかに食わせずに俺だけ、あれだけど、牛丼全部食べたけど、波中大盛り。あれは何だったんだろう。はるかだけあれだよ、立たせといて俺だけ牛丼食ってたけど。牛ちゃん、スタミナロイヤルいる？おじさん、あれあれ見たがってるようだ。よし、いらっしゃいませ。ねえねえ、スタミナロイヤル1万2000円だからね。ありがとう、おじさん。1万2000円でもゲージ2個分か。お高い。これは高くつくぞい。1万2000円払ってゲージ2個だったら俺破産しちゃう。おじさん破産しちゃうや。とりあえず自分の用も買わんとな。ありがとう。なんだ、半笑いで言いやがったお前。半笑いで。子供が飲んでいいんか。子供はあんま飲まんほうがいいだろ。あ、手つないでる。あ、手つないでる、すごい。手つなぐんだ。でも手つないだら会話。ねえ、もしもおじさんが犬を飼うならどんな名前をつける？やった、手つないでる。そうだな、オスなら強そうな名前がいいかもな。なんて名前？強そうな名前って？それはやっぱりドラゴン。ドラゴンとか？キリュウドラゴン。変なの？犬なのにドラゴンって。うるせえな。あ、犬の名前。そうか、犬の名前か。うるせえなっつったよ。おじさんってあんまり笑わないね。そうかな。お仕事の時は笑うの？ぶつかんの？だってお店の人とかみんな笑顔で働いてるでしょ。仕事にもよる。お兄さん近い。俺の場合は笑顔より怖い顔の方がいい仕事だったからな。何それ、変なの？大人のお店行くと下がるの。待って、兄さんがちょ近くにいるから兄さん倒してから牛丼食おう。兄さんポイント貯めなきゃいけない。兄さんポイント、早く。兄さん。なんでだ、喧嘩売ってくれよ。消えたよこれで兄さん。またいた、そして死ぬ。ほら、かっこいい。
さんと違う。バッキャローが。もう、うん、痛い痛い痛いって死ぬか死ぬか。へえ、まあ、使うか。1万2000使いたくなかった。牛丼これから食うのにクソ。まあでも兄さんと戦ってても結局あれか、あれだったか、使うことになってただろ。混ざってくるやつ、いや違う、単品だったのにこいつらのせいで、こいつらというか兄さんのあれがセンサーが悪かったせいで、俺を見たらそこで襲ってこいよ。ぶつかったぞ今背中に兄さんの。これで兄さんまた消えるよこれ。行こう牛丼食おう。すげえ牛丼押してくるじゃん。マジ？もう俺今食ったばかになるのに。信じられねえ強さだ。お好みの牛丼だぞ。いらっしゃいませ。牛丼並食べたいな。並を食べたがってるな。400円高いな。今400円ぐらいでしょ牛丼並。今に追いついたじゃん。昔もっと安かったろ。2005年とか280円で食えたろ牛丼。ナミありがとうおじさん、いただきます。俺は俺の分はいいね、食べてるね。ありがとうおじさん、ありがとうおじさん。おおえー、400円で 1.5 貯まるんだったら牛丼食わせまくる今から今から俺への信頼度がマックスになるまで牛丼を食べてもらう、はるかには。いらっしゃいませ。ちょ、1万2000円は高いので牛丼でいいか、ちょっと牛丼100杯くらい食えばもう俺への信頼度マックスになるだろう。食った個別に食うっていうね。ありがとうございました。一緒に食えばよかったね、一緒に個別に食べちゃった。今から100杯食べてもらう。フルーティーなジュース、フルーティーなジュース、フルーティーなジュースってどこで飲めるの？喉渇いちゃった。オレンジジュース飲みたい。持ち歩けるようにペットボトルの方がいいな。オッケー。くそー、言いなりだぜ俺は。はるかの言いなりだぜ。学校の勉強は大丈夫なのか？ちょっと心配だけど、遅れた分の勉強は頑張って追いつくようにするよ。それとも、おじさんが勉強を教えてくれる？あいにくだが、俺も勉強は苦手な方でな。社会勉強だったらいくらでも教えてやる。取り立ての仕方とか。それ本当に役に立つのかな。役に立つじゃないか。人間の壊し方には詳しいぞ俺は。人間はどうやったら壊せるのかわかるよすぐに。それはいらんか。護身術だったら教えてあげれるな。いらっしゃいませ。あれあれ、ペットボトル、ペットボトルは？いらっしゃいませ。ないのか、ここ、ペットボトルの。ペットボトルのオレンジジュースがないんですか、もしかして。レモンとオレンジってほぼ同じじゃなかったっけ？ちゃいましたっけ？レモンとオレンジって同じものでしたっけ？違いますね。あ、ごめんね。どこだ？くぅ。プレミアムモルツだったらあるのにな。プレミアムモルツならあるんだが酒はまだ飲まんか。サーモン刺身でしょ。こんにちは、4時で遅刻。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。綺麗な女の人がいっぱいいるんだね。まあね。おじさんも綺麗な女の人が好き？綺麗かどうかなんて関係ねえよ。俺は人間を型に当てはめて色眼鏡で見たりはしない。いいね。どういうこと？男も女も肝心なのは中身だ。確かに。お前も付き合う相手を選ぶときは見た目で判断しない方がいい。覚えたか。今はるかと会話中だろうが貴様。成金やろう貴様。おい
はるかとの会話邪魔すんじゃねえ。うわ、看板とともにぶっ飛んだ。金出せ、ブヒーって言ったよ。金はこうやって稼ぐんだぞ、はるか。金の稼ぎ方を俺が教えてやる。お客さんどうです？人間の壊し方と金の稼ぎ方だけなら俺が食いっぱぐれないようにな、将来教えてやろう。いらっしゃいませ。ここでもはるかが話しかけてこないってことはないんだね。え、ペットボトルだからコンビニでいいよね。合ってるよね。ペットボトル購入できるのってコンビニだけですよね、このゲームにおいて。ねえ、ねえ、どう展開地通り、あそこならいいか。あっちの店も見てみる。喉乾いちゃった。喉乾いてるんだったらもうオレンジジュース以外で妥協してよ。CC レモンうまいぞ、CC レモン。確か最後に飲んだのいつかわからんが。ないよね。またない。ついてくるんだ、はるか。おら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 、当たりや当たりや。おら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 、どけ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 、こけ倒しちゃい。こかしたこかした。おら。おらおら、あ、やべ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 、絡まれる絡まれる。ごめん。あ、いらっしゃいませ。来た、ほら、なっちゃんオレンジ飲みたいな。はるかがなっちゃんオレンジ飲みたがってるな。買う、安い。ありがとう、おじさん。おお、いいランク、ナイス。すごい、なっちゃんオレンジ買うだけでこんな喜んでくれたら買ってしまうな。俺にこれあげる。はるかの飴玉を受け取った。はるかの飴玉って何？食べかけってこと？どういうことね。飴ちゃんってこと？はるかの飴玉って何？装備品ですか？はるかからもらった飴玉。これは捨てる捨てるという項目があるけど。これ何？体力が全回復されるから使用しますか？どんぐらい回復するんだろうね、これ。ドッグフードを買わなきゃ。ドッグフードあるかな。捨てるという選択肢もあった。いらっしゃいませ。なんでアングル変わったんだよこいつ。ドッグフードどこだっけこれ。ベトベトさせるのか。回復に使うもんだった飴玉。どこだっけ。なんか近くのスーパー売ってたよね。犬イベどこだったっけね。ここだっけ。ベタン、ゲロゲロゲロ。そう、ガッツリ食いたいっすね。コンビニじゃなかったっけ、ドッグフード。いらっしゃいませ。ほら、やっぱりね、ここら辺だと思ったんだ。750円。よし、喜んでるぞ。1ゲージもっと喜んでもいいんじゃないか、はるか。なあ、もっと喜んでもいいんじゃないか。今の3倍ぐらい喜んでもいいんじゃないか。厳しいぜ。勝負が見たいな、おいちょかぶ。ギャンブルが見たいと。そんな、おいちょかぶって、おいちょかぶって、花札だっけ。花札ってどこでできんの。待って、ギャンブルまで待ってね。プレイ、これか。カラオケ、クラブ、セガ、キャバクラ、将棋でしょ、商店、ダーツ、ポケットサーキット、ボーリング、キャバクラ、バッティングセンター、麻雀、事務所、どっちをか。やっぱここか。あーん、大人の遊び。トン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 セイ。おれおれんーだい。もう経験値が溢れまくってやばいな。経験値お金にならんのかな、お金とかに。
788経験値溜まってきてる。もう使い道が何もない。拍手してる。たくましくなったな。こんな姿遥かに見せたくねえよ。まあ、今からギャンブルを見せるんですけどね。おいちょかぶ、おいちょかぶって、おいちょかぶって何？おじさん、あれあれ、おじさん、おいちょかぶで300点以上稼いでみてよ。ちょ、花札知ってる人やってほしいようだ。おいちょかぶ欲しがってる。挑戦してみる。初級だよ。おいちょかぶが何なのか分かんないよ俺。おじさん、頑張って。頑張るけど、花札のルールが、ルール説明。おいちょかぶ、株札または花札を使った遊びです。1月から10月までの札を使います。11月と12月はどうなったの。1月の札は1、10月の札は10というように、月の数をその札の数値とみなします。参加者にはそれぞれ2、3枚の札が配られます。札の合計数値の下1桁を9に近づけた方が勝者となります。ってことは13だったら3になるってこと、19だったら9、そういうこと。参加者4名です。うち1人が親となり、残り3人は異なります。へーへーへー。まず山札から4枚配置します。4枚のうち1枚を自分が蹴る札として選択します。次にそれぞれの場札に1枚ずつ山から1札を追加します。自分が子である場合、さらにもう1枚札を引いて、計3枚で勝負するか2枚のままで勝負するか選択します。もう1枚引くことで選択した場合、さらに山から1枚札を引きます。それぞれ役が決定した段階で親が子と勝負します。親も同様に2枚まで必ず引き、さらに3枚目を引くかどうかを判断します。親は手札2枚の時点から勝負する相手と、3枚目に引いてから勝負する相手を自由に選ぶことができます。全員の勝敗が決まったら清算を行い、親が交代して次のゲームを始めます。失品、屈品の場合は掛け点の2倍を生産します。嵐の場合は掛け点の3倍を生産し、土失品の場合は掛け点の20倍が生産する。何土失品って。説明役、説明、通常役と特殊役、参加者は2、3枚の札を組み合わせて数値が1桁9に近づけることが目標です。10の位がいくつになっても勝敗に影響しません。合計が19の場合、9の場合は両方とも9とみなします。合計の数値が9に近いほど強く、0に近いほど弱くなります。大一株にはそれぞれの数値に対して、次のページのような特別な名があります。待って、通常の役と親の場合は親が勝ち。豚、合計点下1桁が0の場合。なるほど、1の場合、2の場合、3の場合、8、3、4、5、6、7、8、9。土失品というのピン、2層、3太、4つや、5ケ、6本、なき、おいちょ、かぶ。なきまではわかるけど、おいちょとかぶがわからんな。8でも9でもないだろう、かぶも。ね、6本で6で、5ケで5、4つやで4、3太で3、2層で2、ピンで1。わ、まあ、かる。通常の役に対して特別な札の組み合わせによって役が成立します。失品、2枚目の札を配られた時点で1と4の組み合わせだった場合、好みに有効、掛け点の2倍を生産する。なんで1と4の組み合わせ、5だったらってこと。5だったら負けるんじゃないの。屈品、2枚目の札を配られた時点で1と9の組み合わせだった場合、親のみ有効、掛け点の2倍を生産する。1と9の組み合わせは10じゃん。ダメ、勝てるのこれね。その1と10の9の組み合わせで10になった場合、それは9に勝てるの。嵐、3枚目札をめくり、いずれも同じ月札だった場合、親子ともに有効、掛け点の3倍を生産。3月3月3月だったら嵐になるってこと。土失品、3枚目の札をめくり10が2枚、1が1枚だった場合、なんだそれ、ブラックジャックじゃん。10がねえ、10が2枚で20でしょ。21はブラックジャックじゃん。親子ともに有効、掛け点の20倍を生産する。白黒逃げ、2枚目の札を配られた時点で4と6の組み合わせだった場合、親子ともに有効、その場を降りることができます。白黒、よう分からん、ルール多いな。
ルール多いな。豚株から、しっぴん、くっぴん、この嵐、親の嵐、このどしっぴん、親のどしっぴん。へぇ、しっぴん、くっぴんはいいんだってさ。しっぴん、くっぴんとかなったとき教えてくれんのかな、わかんないぞ、俺。まあいい、とりあえずやってみるか。300点。わかんない、俺もやったことない。恋恋しか知らない。恋恋。恋恋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 。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。これだろ。俺が親なんだ。え？俺どれ？俺左上？もう一枚。敗北。くそ。あいやー。よし。よし。勝利。よし。ああ、何？え、勝ったの？4以下には勝ったってこと？もう一度勝負。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。俺がここでしょう。かける場所。ここ。に。さあ、どうすんの。14、もう一枚。クッピン。誰が。よし、勝負だ。敗北。わからん。左上のやつがクッピンか。1と9でクッピン？負けるじゃん、そんなん。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。とりあえず、かける場所。9。100かけるぜ、じゃあ。これだろ。下に出てるのが合計点ってことだね。どうしますか？もう1枚。ちょっと勝負。2層だ。2層なの？敗北。くそ。2層なのに敗北なの？わからん。勝負。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。ちょっと待って。5にかけろか。うい。これだろ。これ。さあどうすんの？もう1枚。3。そう、3番目にかけた方がよかったか。よっしゃ。3番目だとこれ8になるから、サンタだ俺。負けなんかい。くっそ。サンタって何？ああ、3だからサンタか。ここにやってれば、ここにどこにやっても負けたじゃん。これ9だから、合計9です。だからどこにかけるか決めてね。え、8380だから9には負けるんでしょこれ。全員勝てないじゃんこれ。やべえ。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。これだろ。俺が親なんだ。勝負する。勝負する。おい。勝利。よし。よし。だってこれ負けてるでしょ。あ、まだわかんないのか。うい。勝利。よし。なるほどね。今これ8だけど、これの合計が1だったら9になるけど、3とか出たら11になるから、勝てるだろ、これ。にゃーもう一度勝負。始めるぜ。合計で300点稼げばいいんだったら、これだろ、何とかなるかも。3のとこにかける。はい。最終的にマイナスでも合計300あれなんだったら、もう一枚。7。おお、よしよしいいぞ。よし、勝負だ。泣き泣き。勝利。よし。なんでか、なんでか、トントンってこと今の。始めるぜ。わからん、泣きとか言われても。これだろ。3のとこに。これだろ。何がなんだか俺もわかんない。とりあえず左上の合計の数字に勝てたらよし。もう1枚来い。お、7。合計7だぞ。あ、ほら、親は合計3だ。泣き。ほら、俺勝ち。ふい。よし。かけてんの同点をゲットした。
ほら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 、もう300は勝ったんじゃないか。始めるぜ。いきますよ。とりあえず下の数字と左上の数字が合計で勝ってればいいということですね。9にかけてみる。これだろ。これ。さあどうすんの？7。もう1枚。あ、7。OK。合計7。相手もう合計8。あ、しょ合計5。4。よし。よし勝負だ。勝ったろこれ。泣き。よし。7点だから泣きだね。これ簡単だな。でも始めるぜ。これだいぶ分かりやすいルールかも。やってみれば。もう1枚。お、来たぞ。敗北。勝利。よし。いやー敗北。マイナス36点。もういいんじゃないこれ。300稼いだろもう俺。合計で300は稼いだだろ。残念だったね。ちょっと月がなかったね。そっか。ダメだったの？いらっしゃいませ。合計300、最終的に300勝たなきゃいけないってこと？待ってこれは遥かのおねだりがないけど、また別のに変わった。おいちょかぶで大勝ちしてほしいな。大勝ちとかもうダメだ。大人の遊びをしてしまった。これむずい。ちょっとねえねえ、300点以上増やしで、ちょっとみんな見といて。ちょっとさらに要求。ギャンブルを勧めるんじゃない大人に。子供が大人にギャンブルを推奨するんじゃないよ。始めるぜ。今820点でしょ。820点だから300点以上だから、1120点以上になったらみんな教えて。これ1120点以上になったら、勝負。おら勝ち。よし勝ち。よしよし、もう一枚やるしかないだろこれ。はい、64点稼いだ。120以上になればいいってこと。始めるぜ。きますよ。最終的に300勝たなきゃいけないんだな。さあどうすんの。9が2枚とか特になんもないんだっけ。勝負する、勝負するしかない。これで8だから。よし勝負だ。同点の場合は負けなんだっけ。負けー。そくそ。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。これだろ。どうしますか。もう1枚。4か。9。勝負。合計9。くそ。くそ。ダメだ。始めるぜ。いきますよ。最終じゃなくても300合計で勝てばいいんじゃないの。9。これだろ。これ。むずくね。さあどうすんの。の勝負する。これ勝ったろ。よし勝負だ。よし株。株。おいちょ株。よし始めるぜ。始めるぜ。これが親だぞ。これだろ。これだろ。もう7枚。あくそ。やっちまったぜ勝利。よしドゥーン。くそ。先に勝負しとけばよかった。先に勝負してからやればよかった。始めるぜ。バカめ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。めっちゃ減るやん。バカだ。ちょっとルールがちょっと。さあどうすんの。白くの逃げしとこう。もうこれは白くの逃げだ。これはダメだ。勝てない。よしよしよし始めるぜ。始めるぜ。逃げるときでも教えてくれるんだね。4。
これだな。最初読んでプラスでどうしますか。もう1枚来い。あ、6、6以下来い。6以下、6以下になれ。あー勝負ダバードゥヒャー。さっき最初の時点600セットだったから900超えないと300点ならんのかね。そういうことかな。680ぐらいじゃなかったっけ。始めるぜ。1、これだろ。これさあどうすんの。もう1枚。お、9、オッケー、きたー。魔剣野郎、合計0だぞ相手。いえー、よしよし、始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。これが俺だろ。もう一枚取るしかないな、これ。あ、来た。オレイ、勝利。よし。勝利。よし。勝利。よし。完璧よ。完璧だね。837。戻したぞ。始めるぜ。始めるぜ。来ますよ。これだな。戻したぞ。1。来た。さあ、どうすんの。もう勝負するだろこれ。9だぞ合計。相手が親が9じゃなければ、左上の合計が9じゃなければ。よしよし、俺の勝ち。株ゆうゆう。よし、おい、ちょ、勝負始めるぜ。1120だ。1120、これだろ。3を信じるぜ。これだろ。6来い。6、どうしますか。もう1枚来い。合計3。まあでも結局やんなくても負けてた。勝ててたやついねえじゃねえかこれ。おい、全員負けてんじゃねえか結局。始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。始めるぜ。9だとね、1が出ればクッピンとかなるんでしょう。クッピンとか狙っていきたいよね。これだろ。1来い。1、1来い。1。さあどうすんの。まあいいか。9だから勝負する。9点ならんやろ合計で相手親。よ し, よし勝負だ。株よし。よし、オッケー。あと200、あと200。俺が親。いきますよ。これだろ。これだろ。4だろ。2、もう1枚。よし、8。よし、はい、なに。くそ、はい、勝利。よし、勝ち。オッケー。あと100、111。始めるぜ。これでいいのか。始めるぜ。これでいいのか、はるか。これが見たかったの、はるか。おら、よし、ゼロから始めるぜ。さあ、3、どうすんの。もう1枚。よし、遠ざかった。遠ざかった。もう、残ってた右と右から2番目どっちも負けてんじゃん結局。俺に勝ち目なかったこれ。最初からいきますよ。これだろ。最初から勝ち目のなかった。3番目、これ、これだろ。クッピン狙い。あの、どうしますか。もう1枚。ひゃー0点。豚だ豚。勝負。豚だ。ブー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 。冷え、遠ざかる。くそ、これむずいて。おい、始めるぜ。始めるぜ。100点、100点勝利にしてくれ。おい、これあるか。これなんで300点以上なんだ。絶妙にむずい。さあどうすんの。お、14ってなんだっけ。勝負だ。失品。よっしゃい。よし、やった。始めるぜ。ちゃんと教えてくれんだ、失敗とか。これだろ。これだろ。俺が親か。あ、登録お願いします。今がチャンスです。登録お願いします。もう一枚やるしかないな、これは。もう一枚。結局合計敗北。くそ、敗北。くそ。お、勝利。よかった、最後の勝利です。マイナスが12で済んだ。
始めるぜ、始めるぜ、いきますよ、これだろ、ヒョン、ヒョンにかけるぜ。さあ、お、よし、どうすんの、勝負。あ、待って、あ、オッケーオッケー、よーし、よーし、オッケー、キュートなるだから勝つ。カブカブブー、よーし、よーし、オッケー、始めるぜ、始めるぜ、これだろ、3にかけるぜ、最後は俺のラッキーナンバー3に全てをかける。あの、どうしますか。もう1枚来い、6来い、あー、あ、クッピン、いや、クッピン無理じゃん、これマイナス200。おい、クッピンとか出すなよ、おい、クッピンとか出すなよ、また遠ざかったじゃん、あとちょっとだったのに。1、クッピン来い、俺にもクッピン来いよ、これ、さあ、どうすんの、にゃーにゃー、勝負、オッケー、あー、あー、負けたー、ちょっと始めるぜ、はるか、今からでも遅くない、考え直せ、考え直してくれー、あるか、もう一枚、3、負け、負け、負け、マイナス252点。ちょっと始めるぜ、始めるぜ、ちょっと、これだろ、レッキー7、いや、もうこれきついって、あるか、もう一枚、よし、いや、また遠ざかったって、これ合計300でいいんじゃないの、合計300は稼いだよ、俺、合計だったら結果マイナスだけど300稼いで300以上失ってるだけだから、ラッキーセブン、これだろ、あの、どうしますか、もう一枚、6、オッケー、では勝負、六方、よし、よし、振り出しに戻る、始めるぜ、始めるぜ、いきますよ、振り出しに戻る、六方、これだろ、これ九、さあ、どうすんの、もう一勝負、キャッ、あー、サンタ、サンタ、いや、くそ、もう始めるぜ、始めるぜ、いきますよ、これだ、食べたら、もう一枚、よし、オレ、勝利、よし、勝利、よし、勝利、ジャリンジャリン、稼ぐぜ、始めるぜ、いや、きっつぇよ、これ、これだろ、ジョレイン、ジョレイン、稼ぐぜ、クッピン、クッピン来い、クッピン、さあ、どうすんの、勝負する、俺の勝ち、よし、勝負だ、嘘だ、嘘だ、嘘だ、それ、嘘だ、合計9とかないやん、クッピン狙いでいくぜ、俺は常に、これだろ、クッピン来い、どうしますか、クッピン勝負、クッピンじゃないけどいい、では合計9とか、合計9とか、そんなん全員負けやんけ、こんなん、始めるぞ、おい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 、はるか、もうはるか、もうダメよ、もうはるかダメよ、それどうすんの、勝負するしかない、8か8か、頼む、あー、9、よし、勝負だ、いや無理じゃん、9出されたら全員負けるじゃん、こう、これジャリンジャリン稼げないぜ、これジャリンジャリン負けるぜ、勝負する、うぃー、負け、うぃー、勝ち、うぃー、負け、75点、
そう始めるぜ。300点あのまた追加で買うの買うのじゃダメか、買うんじゃダメかい。さあどうすんの。もう一枚白黒逃げてきたな真ん中。ゼロ2810でゼロ。よし勝負だ。白黒逃げにすればよかった。左の白黒逃げをあれやるやつよかったな。クソ始めるぜ、始めるぜ。行きますよ。これだろ白黒逃げ。もう逃げの考えだもんなこれ。これだろ。どうしますか。白黒逃げ白黒の逃げ白黒の逃げ白黒の逃げだ。負け犬の手だぜ負け犬の。合計ゼロ。あー逃げなくても勝てた。1でも勝てた相手豚だから。始めるぜ始めるぜ。行きますよ。ジャリンジャリンさせられないぜ。白黒の逃げを期待してこれだろ。さあどうすんの。勝負する。7点なら勝負。よしよし勝負だ。泣き泣き。よし始めるぜ始めるぜ。おいとかぶってそんな儲けられないよねこれ。てんじゃ儲けるやつじゃないなこれ。遊ぶやつだねこれ完全に。もう一枚。よしあー負けー勝ちー。よし勝ちー。よしよしもう始めるぜ始めるぜ。眠くなってきたぜ。これだろ。眠くなってきたぜおい。3さあどうすんの。もう一枚。いやなしてだよ。勝負だ。ピンだ。くそどうしてだよ。もう最初より減ってるよ。もうこれだろ。こんなのクッピン。これだろ。どうしますか。あクッピンだ。勝負する。来たクッピン。では勝負。ブタだ。ええ1と9ってクッピンじゃなかったっけ。え9と1がクッピンなの。ええ待って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 。え1と9でクッピン。9と1でクッピン。え待って。え1と9でクッピンじゃなかったっけ。わかんねえ。始めるぜ。行きますよ。ルールが1と9でクッピンとちゃうんか。これだろ。 1と9でクッピンだと思ったから勝負したんだけど。さあどうすんの。勝負する。よし勝負だ。違うかったんか。おいちょ、おいちょ。混乱してきた。花札に詳しい人と教えてください。始めるぜ。クッピンとは。あー今9なのにこれに何を足しちゃうんだ一体。もう一枚。よしなら。よしあーよしよし全然増えてね。始めるぜ。いきますよ。これだろ。2さあ、どうすんの。勝負する。よし、豚。よし、勝負だ。泣き。泣き。泣き。よし始めるぜ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。何時間俺やってんだ、これ。10のとこでいくぜ。これだろ。どうしますか。勝負する。8。おいちょ。頼む。よしでは勝負。おいちょおいちょおいちょ。よしリヴァイ兵長言いそうじゃない。おいちょカブおいちょ始めるぜ始めるぜ。行きますよ。おいちょカブするぞ言いそう。3これだろ。さあどうすんの。もう1枚。6か。よし勝負だ。六方六方。よし始めるぜ。発音的に言いそうだ。始めるぜ。いきますよ。これだろ。おいちよくおいって言うから。おいエレン。おいおいちゃおいおいちゃ
こい。にゃーい、俺の勝ち。よし。俺の勝ち。よし。俺の勝ち。ふい、172点。きた。あと1000、あと100。あと100なの。始めるぜ。いきますよ。あと100なんだ。さあ、どうすんの。もう1枚。よっしゃー、勝ったー、俺の。よし、勝負だ。俺の勝ち。よし、これでいいだろう。これで満足やろ、はるか。ふぅ、すごいね、おじさん。感化祭渡ってたね。2、こんだけ時間かけて2。もう食いもん系だけにしか、食いもんだけに。ギャンブルはやめてくれー。逃げるように脱出。逃げるように。ラーメン食べたいな。ラーメンはどこ。一回あれだな、一回ちょっとイベントやるか。ちょっと疲れた、はるかのおねだり疲れた。一回ここでイベントあるやろ、多分。あのタワー、あれもバッカスじゃなくなってる。ふぅ、ねえおじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか。好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい。いいよ。ああ怖いな、マジボディーガードのハルカの。私ファンなんだ、握手して。うるすんだガキが。貴様何にも知らねえで。くそ、てめえもら、今から死ぬことをお前は知らねえんだ。おいお前ガキに手あげるとは最低だな。なんだお前は、このガキの親か。そうだ。ちゃんとしつけぐらいしておけよ。お前に言われる筋合いはねえよ。ひょっぱらいのうさんくせえボクサーよりはマジだ。あ？お前、誰に向かって口聞いてんだよ。前髪ちょろんしやがってこいつ。俺を怒らすとただじゃおかねえぞ。酒に溺れた男に負ける気はしねえよ。口だけじゃなく手出したらどうだ。音速の右なんだろう。かっこいいね。セム。ハドリス、こんにちは。忘れておけば。じゃあ望み通りにしてやるよ。やったらおい。バキボキ。刺してやろう。びっくりするかな。びっくりするかな。おい。やばいやばい。よし。ほらい。ほら、出してみろ。出してみろ。ほら。ほら。ザコメ。わ、折れた。死んで詫びろ、いい。シャリゾを食べます。圧倒的。米粒のザクザク食感、出汁が効いてる。お前、カイジのコラボ商品。同業なのか。いや、ボクシングの経験はね。おいしい。リングじゃ俺が負けてるかもな。リングに清流と持っていけないもんね。素人に負けてるようじゃ、俺もいよいよおしまいだな。そうだな。そんなことないよ、ジャッカルは強いよ。明日タイトル戦じゃないですか。そろそろ引き上げられた方が。タイトル戦。おい。ああ、同業あんな刃物持ってね。やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったら
なんでこんなところで飲んでたんだ。いいんだよ、ほら。八百長か？どうせ何やったって結果変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったな、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。八百長だろう。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。はてい。いやでも腹刺されたしな、ちょっと厳しいかもしれんな。ねえ、ん？なんでジャッカルは負けちゃうなんて言うんだろう。そうだな。おいマスター、あんたなんか知ってんのか。ええ、まあよかったら話してくれねえか。はい。実は八木沢さん、半年前にヤクザの連中と揉め事になったんです。ヤクザ？へえ。原因は私なんです。店の前の店でみかじめを要求されまして、ちょうど取り立てに来てた時に八木沢さんもいて、そいつらをボコボコに。それで相手の一人が全身麻痺になってしまったんです。嘘だろどうせ。なるほどな、それを餌に脅されたってわけか。そうです。私も逃げるように店を変えてここで営業するようになりました。ですが八木沢さんは有名人ですから、連中に追いかけられまさら結果八百長時代をさせられる羽目になったんです。明日のタイトル戦なのがその八百長時代なんだな。はい。やつらはタイトル戦を負け試合にして八木沢さんを負けさせ、一気に金をぶんどろうって算段なんです。ちゃっかるかわいず。お客さん、んなんだ、あなた強いですし、その筋の方ですよね。賭け試合をやってる連中が誰なのか調べをついてるんです。お客さんの力で、あ、ストーリーさん、なんとか止めさせてもらえませんか。誰なんだその連中ってのは。島の系組の下部組織にいる沢田って男です。あ、七夜の近くに雀荘があるんですが、そこで明日試合の賭場が開いてます。おじさん、ジャックル助けてあげようよ。そうだな、間違えた。そうだな、ええ、そうだな、助けてやろう。本当ですか、お客さん、ありがとうございます。さすがおじさん。じゃあ早く行こう。雀荘の入り口で立ってる男に、雨宿りに来たと言ってください。それが合言葉です。わかった、よろしくお願いします。その筋の門、本菓子みたいな、いや、なんかちっちゃいせんべいみたいなやつ。返しシャリ像で調べたら出てくる。遥かは普段何してる。亀田製菓シャリ像。ひまわりの子たちと鬼ごっこしたり、出し味、一緒にテレビ見たりだよ。俺たちの頃と変わらねえな。どこだけちゃんとこうか。でも学校の女の子はカラオケとかお洋服が好きな子が多いよ。カラオケ？小学生で？小学生でか。うん、家族で行くみたい。私は行ったことがないんだけど、カラオケって楽しいのかな。行くか。まあストレス発散にはいいだろうな。おじさんも行くんだ。ちょっとびっくり。そうか。大きい声出せるしな。どこじゃんそうって。そこじゃん。ん？こんなとこにロッカーあった？行かんかった。もう、ここで張られてたら戦うしかないじゃん。ねえ、全力大のやつだと覚えてないのか、記憶にないみたいだ。混濁した意識の中でやっていたの。おれーい、うー、死んでる、目向いてはるー。おれー、多いんだよ人数。
おお。どこじゃんそう、ここか。お前か。ん？子連れで何しに来たんだ？ちょっとトイレを借りたくてな。沢田ってやつに用がある。ちょっと雨宿りに来たんだが。ちょっと雨宿り。そうでしたか。お礼失礼、どうぞ中へお入りください。ああ、いらっしゃい、お客さん。ん？これは珍しい。お子さん連れですか？ああ、こいつがジャッカルのファンなんでな。ジャッカル。ああ、そうですか。そりゃ見る目があるね。明日のタイトルマッチはジャッカルで間違いないですよ。そうか。相場はどうなってんだ？ジャッカルは今まで22戦21勝20 KO。 今じゃ日本に敵はいないですからね。うん。鉄板の 1.5 倍ですよ。ほう。相手のマギー吉村は5回防衛していますが、全部ギリギリの判定勝ちですから、うん、まあ勝ち目はないでしょうね。だから 10.5 倍のオッズになってます。ちなみに引き分けで防衛の場合は 5.4 倍のオッズです。リリーです、こんにちは。ずいぶんあからさまなオッズだな。まあ今のジャッカルは無敵ですからね。これでも結構倍率が高い方ですよ。それでどうします、お客さん。ではジャッカルにかけよう。ただし八百長抜きの試合にな。行ってやれ。ん？お前の仲間が八木沢にやられたらしいが、それをネタにつけ込むとはゲスな奴らだぜ。な、何？さっきも言ったが、この子は八木沢のファンなんだ。子供の夢奪っちゃかわいそうだ。そうだそうだ。悪いが店ごと潰させてもらうぜ。かっこいい。店ごと客かと思ったらそういうことか。ガキ連れのてめえに舐めてもらっちゃ困るな。お前ら二人とも試合前に東京湾に沈めてやるぜ。怖こいつ。やってみろや。八木沢光る。や、沢沢田光る。光る。光る。さあ。なんかねえか。お前はこれがふさわしい。銃殺。店はきれいにしてやったの。ただ死んだだけだ、あいつ。沢田工業です。射殺。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。あ、ジャッカルに50万側近で。ジャッカル。お客さん、マスター来た。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は賭け試合じゃなくなったぜ。ありがとうございます。 ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいのか。礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああそうだね。ナイスうん。あ、掛け試合じゃなくなったぜ。やっから勝ってくれるよ。よい、経験値はもういらないからお金欲しい。行こう。ラーメンが食いたいらしいぜ。しょうがねえな、はるかは。あと2箇所あるんだよね。おねだりじゃないやつ。ちょ、ラーメン食ったついでに、どこだっけ、ラーメン。ここか。ラーメン食ったついでに、他のサブイベもやりましょう。おお、ほら走り張るか。ラーメン食う前に腹すかすとけ。腹をいっぱいすかすとけよ。ラーメンが入らねえぞ。ジュース飲んだり牛丼食ったのにな。いっぺんにめっちゃ食うな。
はるかよ。いらっしゃい。将来大食いファイターだな。お腹空いちゃった。チャーシュー豚骨ラーメン食べたいな。がっつり食うな。さすが育ち盛り。950円。チャーシューいっぱいあるぞ。これ食べきれるか。おい、豚骨のしかもこってりな。いいぜ、やるぜ。ありがとうおじさん、いただきます。がっつり食うね。育ち盛りだだもんな。ありがとうおじさん。うわ、1ゲージ、まだ1ゲージか。これはサブイベントじゃないの？これサブイベントとか、これに含まれてるやつは全部やろうと思ってるんだけど、あと16個クリア済みサブストーリー。これはるかのおねだりはサブストーリーじゃないの？いいね、炭がいっぱいついてくるといいね、気持ちいいね。資格がね、地下闘技場にいるんだよな。あと2個でしょ、小牧流があと2個、間にちょこちょこあるんだよね。メスキングのやつもそうか。ファイターの花道もそこそこ時間かかったからな。行こう。ルーレットでかっこよく勝つおじさんが見たい。もうギャンブル、誰か遥かにギャンブル、誰で遥かにギャンブル教えたのは。もうギャンブルグルーになってしまった。これ遥かが将来ギャンブラーやったらどうすんだ。おい、借金まみれになってどうすんだ。借金まみれになったらどう責任取ってくれるんだ。おい、おい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 、ギャンブル狂いだ。マジマの兄さんも出てきてくんないし、キリュウちゃんって言うだけでどこにいるかわからんし。なんだあれは、死にたがる男。テレビの撮影か何か。死にたがって。おい、飛び降り自殺する気じゃないか。フルボイスだ。おい、秋元、バカな真似するんじゃねえぞ。今警察呼んだからそこ動くな。水木ちゃん、ごめんね。何、水木ちゃんって。おじさん、あの人飛び降りる気だよ、早く止めないと。いや、飛び降りたかったら飛び降りるのもあれなんじゃねえか。ああ、屋上行くぞ。うん、そこどうやって、あれはどうやって屋上って。待てよ、てめえ。えいやー、偉そうにしてんじゃねえ。樹海村の塚地みたいになるぞ。ねえ、塚地塚地爆弾が降ってくる空から。塚地ミサイルが降ってくる。トレイトントントン、大したいなす、うるせーい。出てくるんじゃない。イカサマアイテムあったかな。どっから上がんのこのビル。入る。これサブ以外でも入れんのこのビルって。マジで黒かったね。頭へこんでたし。バカなことするんじゃねえ。早歩き。はるか。はるか早歩き。誰だよお前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからだ。やってみろ。何があったか話しても、だったら飛び降りてみろ、ほら。怖い、飛び降られたら、はるかのトラウマになっちゃう。何があったか話してみろ。何があったか話してみろ。何があったか言ってごらん。トラウマはちょっと、はるかの。悩みってのは、一人で抱えるよりも、
誰かに話した方がいい場合もあるんだぜ。そうなんだぜ。水木ちゃんに見ついてたら借金がとんでもない額になったんだ。だから生命保険で返済するしかないんだよ。こいつの言ってる水木、あの水木なのか。水木って誰だ。水木って誰だ。マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢。違うか。水木ちゃんだ。違う水木だった。マックスボンバー。はるか知ってるか。はるか知ってないだろ。聞いたことない。キャバクラの名前知ったらどうすんだ。スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。じゃあもっと働け。もっと働いてもっと見つけ。じゃあ死ぬまで。死んだらもう見つけないだろうが。ほら見つけ。そいつに連絡した。何でもできるんだな。そいつには連絡したのか。そいつには連絡したのか。水木ちゃん、今親父が心臓病で入院してるんだ。仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる。本当かよ。だからお店以外では連絡しないって約束なんだ。絶対騙されてる。どれだけ貢いだんだ。どれだけ貢いだんだ。カバンや洋服、宝石、あの子が欲しいと思ったものは全てだ。プレゼントしたのは全部大切に家に飾るって。家に飾る。売ってるだろ絶対。分かっただろう、水木ちゃんの素晴らしさを。もうこれ以上は時間の無駄だ。飛び降りるぞ。おいおい、ちょっと待て。え、秋元くん。あ、来た。水木ちゃん来たよ。水木ちゃん来てくれたんだ。なんかあったかいの来てる。ごめんね水木ちゃん、借金返せなくなってさ。水木ちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの。秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの。喋り方。水木ちゃん。喋り方面白い。だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。語尾伸ばすの面白い。水木ちゃん、俺間違ってたよ。働けもっと。秋元くん、金する。分かってくれてありがとう。水木ちゃん素敵だよ。私プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいな。分かった分かった。今から買いに行こう。じゃあプレゼント買った後同伴してくれる。うん、もちろんだよ。さっきお金あんのか。どこ。どうやら人違いだったよ。どこに借金やるんだ。おい、あるか。行くぞ行くぞ。うん。借金があるんじゃないのか。首が回らないんじゃないのか。もう秋元くーん。あ、秋元くーんというトロフィーゲット。兄さん、なんで近くにいないの。呼ぶのに呼ぶのにいないんだもん兄さん。なんでな。早くない早くないよ。やっべ、チンピラに絡まれる。さらに借金を増やしていく。お、兄さん来た来た。マンホールか。ん、おー違う、普通に。ダーン、痛いよ。うい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 どんどんどん。あかんよ。いやーうい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 。うん、ドーン、バンバン。
シャイヤーよし強い。ほら起きろういうい、うまい。やっぱこのボクシングラッシュスタイルじゃないと攻撃を避けれないからな。なに話せい。もうこれしかできん。もう捕ませてくんないから顔面を殴られるんだぞ。ほら捕ませろ。捕ませてくれれば他のとこ殴ってあげるのに。ほらよし、痛いよ痛いよ。よし、これでどうでかいやつが来て、おっしゃ、やっぱり連続じゃないといい感じのやつが出る、ね、いいダメージが出る。ういドン、えい、回復すんのかな。勘弁してほしい。やめろ。痛いよ痛いよ。ああ、首の骨ポキよだれブン。やった瞬間よだれ出すぎた。痛っぱさー。そんなもんかいな。おお、このコースよし。これでちょっとたまる。おもろいな。ちょびっとまだまだちょびっと昇竜の極意ちょびっとだよ。広げね、ぶっ飛ぶとみんなおっぴろげになるのにね。おパンツ大回転になるから。おじさん、あのこいつもあそこに一人で座ってるけど何してるのかな。座ってるね、確かに。あの子見たよ前も。いつも、うん、私おじさんに会う前にカノーチャ歩いてた時もあそこにいたんだ。そうか、なんか一人寂しそう。ちょっとお話し来てもいい。ああいいよ、優しい優しいね。ねえねえねえ私、うん、よくここにいるよね。何してるの。お母さん待ってるの。お母さんこの近くのお店で働いてるから。そうなんだ。お母さんいつもお仕事終わるの。わからないの。いや お客さん多い人だから遅くなっちゃうかも。へえ、お母さん忙しいんだね。遊びに行かない。でもお母さんカムロチョ危ないから街中には行っちゃダメって言われた。そうなんだ。ごめんね。何でもない。無理言ってごめんね。まあ、小さい女の子がいる黒な町じゃねえからな。あ、まあ、私、はるかっていうの。あなたは？私はみほだよ。あの人ははるかちゃんのお父さん。渋くてかっこいいね。うん、え、うん、うん。あの人は知り合いのおじさん。知り合いのおじさん。SP でしかない。おパンツ大回転ブームだね、カムロ町では。あ、なんだかはるかちゃんって大人っぽいね。いいな。9歳だぞまだ。全然そんなことないよ。はるかちゃん今いくつ。9歳だよ。あ、私も同い年だね。私も初めてだよ。偶然だね。同い年くらいの女の子と話してるのは初めて見たな。子供同士仲良くなるのは早いもん。
相談できると思う。ん？なに？ね、はるかちゃん、今好きな人っている？え、好きな人？うん、いないかな。まおちゃんいるの？うん。どんな人なの？はるか、興味津々のようだな。やっぱこの年くらいの女の子はそういう話が好きなのか。トシ君って言うんだけど、同じ学校の男子で昔からの幼馴染の子なの。クラスが変わっても話す気がなくなっちゃって、トシ君に片思いしてるんだ。話すきっかけとか作ってみたら？それでね、今度みんなでクリスマス会やるの。そこで何かプレゼントあげようかと思って。いいね、それ。何あげるの？決まってないんだ。男の子の好きなものって全然わからなくて。メスキングでいいじゃん、メスキングメスキングのカードでいいだろ、メスキングで。ねえ、メスが好きでしょ、メスキング。レイレイシェ、こんにちは。学校の子には相談できない。シャルカちゃんだったらおじさんとも知り合いだし。そういうことなんだ。いいよ。お、プレゼント探してきてあげる。なんだ、ポケサーかメスキングでいいんじゃないの、この世界だったら。いいよね、おじさん。あまり休んでる時間はないが、せっかくはるかにできた友達と仕向けにもできんだ。ああ、少しくらいになりそう。やったー。じゃあちょっと待っててね。素敵なプレゼント見繕ってきてあげるから。え、何プレゼントって。何が好きなの？はるか、お前、男子が喜ぶそうなものって何か目星でもついてんのか？うん、全然。何それじゃ。おじさんだったらプレゼント何が欲しい？お前、初めから俺を当てにしてたのか。ごめんね。でもあの子は困ってたし、プレゼント選ぶの手伝ってあげようよ。仕方ねえな。ありがとう、おじさん。とりあえず適当に街を探してみるか。歩いているうちにいいもんが見つかるかもしれないし。そうだね。いくつか探して、その子から選ぶのがいいかも。プレゼント探し。ルーレットやってほしいな。やめろ、ギャンブルから。離れなさい、ギャンブルから。もう、公営ギャンブルから。公営じゃないな、あれは。ルーレットで熱い勝負が見たいな、おじさん。カジノのルーンのルーレットで1000枚以上買って、1000枚以上ダメだ、ルー。はるかのおねだりはちょっときつい、これ。1000枚以上とか言うてるし、もう。カジノに詳しすぎる。何、ルーンルーレット、何、なんてやつ、ルーンなんだって、もう分かんねえよ。ギャンブルに詳しすぎる。あ、お猿ですか。お猿持ってるよ、俺、これ。おじさん、なんだ、妖怪キャッチャーのぬいぐるみなんてプレゼントにどうかな。ぬいぐるみか。お男子も喜びそうなものがあればいいか。このアイアイなんて男の子好きそうじゃない。アイアイ持ってるよ、俺。おじさん、ちょっとやってみてよ。妖怪キャッチャービルド好きだ。だやるのは好きじゃねえのか。やるの下手で全然取れないの。だからおじさんに任せるよ。たくしょうがねえな。やってみるか。お金は私が出すよ。私の友達のプレゼントだしね。持ってんの？いくら持ってんの、お小遣い。お金入れる。ただでできる？行きまーす。ストップ。どこを狙うかが重要だよ。で、狙いを決めて。ちょっと奥行きすぎたかな。そんなところで止めちゃって。誰ならしいぞ。機械の分際で。どうだ。ありえまー。あ、でもよかった。寝た。おパンツ大回転したので、この状態でいきますか。OK。ストップ。どこを狙うかが重要だよ。狙いを決めて。やべえ、もうちょい奥だったかもしれん。もうちょい奥だったかもしれん。なんかお小遣い持ってんの。持ってんじゃない。どうだ。いや、ちょっとこれ、おお。アームが強い。しかも一番上にいた時のガコンも、もろともしない。おれーい。コングラチュレーション。オッケー。フォローお願いします。フォローお願いします。チャンネルフォローお願いします。皆さん。また来てね。どうだ。ほら、取れたぞ。ありがとう、おじさん。ヨーキャッチャーうまいね。まあな。これなら喜んでもらえるかも。ほらー。
頭のとんがり立てじゃない。もう少しプレート候補を探してからミオのところに行こうか。まだルーレット言ってる。違う、天海寺通りの路地裏、路地裏に何かあったか。めっちゃルーレットで勝つところ見たいがってるやん。あーゴロツキども邪魔だ。オレイ痛い、バイクバイクだっつってんだろ。オラ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 オレイ、バイク持たせろバイク、オレイオラバイクやドゥー。それこのバイクも買い取ってもらえますか。バイクをで、バイクを売るならバイクを、バイクを、バイクをだったら買い取ってもらえますか。こんなボロボロ、バキバキボロボロのバイクですら値段つくかな。バイク粉粉、バイクで高いんだぞ多分。あれはビニールに包まれたトンが売ってる自販機じゃないか。まだあったんだな。んどうしたのおじさん。確か美穂は男子が喜ぶものを探してると言っていた。9歳だよ9歳。うん、うん、そうだよ。でもこの辺にはなさそうだね。いやおじさん。いやおかしいだろこれ。おい、何を買おうとしてるんだ俺は。嫌じゃないだろ、ぬいぐるみでいいだろそれは。おい、え、おじさんこれってあまり近づくのはるか。お前にはまだ刺激が強い。じゃあなんでここに来たの。高学年の男子がほぼ確実に喜ぶものといったらこういうものだろうからな。だがお前まだ知らなくていい。だが渡すだけでいい。私知ってるよ。何見たことはないけどどうなのかくらいは。まさかおじさんこれを渡すの。あるかもしれない。痛い気がするがどうする。500円でこの本を買ってプレゼント候補にするか。買う。少年が大人になるためには大人がそっとアシストしてやることも必要だ。あるか、俺は大人として少年が本当に欲しがってるものを渡してやりたいと思ってる。それでこれをあげたらきっと喜んでくれる気がするんだ。それが男というもんだからな。だから今は何も言わず俺の背中を見ていてくれ。かっこいいぞ、これが男の背中だぜ。勝った。両手でよし。ビニールに包まれた本を手に。オッケー、それおじさんが持っててね。うん、え、私持ちたくないから。はるかー、うん、思いっきり引かれてしまったようだな。やはり女の子の理解は得られにくかったか。女の子の理解は。おへー、一応カゴだ変えてね、プレゼント候補。ああ、そうだな。でもこれだけじゃあれだし、もう少し探したいな。あれって、とりあえずもう少しプレゼント候補まだあるの。そうだね。メスキンが落ちたらマジ。いや、これあれだね、コインロッカーの鍵だこれ。メスキングもあった。メスキングなんか赤いからね。ほんとだ、メスキングもある。あったー、ミヤマク、ミヤマクワガタ。ミヤマじゃなくてミヤマだ。ミヤマクワガタだー。え、なく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 ない?ここか。重なって見づらいわ、これ。これびっくりマークの方優先してくんねえかな、これ。コンビニでなんか買えと言ってる。
コンビニで何を買わせとするの俺に。バイト行ってきます。バイト頑張って、気をつけてね道中。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。頑張って頑張って。よし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 、いらっしゃいませ。しゃ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 い。なんだと。これか。何を買うんだ。赤木あるぞ、赤木。あ、おじさん、いろんな本売ってるよ。本のプレゼントなんかどうかな。なるほど、本か。もう本かぶってるでしょ、本は。プレゼントの定番だし悪くねえかもな。どんなのがいいかな。パッと見て目を見くくのは、クロスワード本、小算数ドリル、属者全百科。属者全百科。どうなんだろう、トシ君だっけ。高安のトシ君は数学というか勉強得意とか言ってたっけ。クロスワードの本、子供が喜ぶかな。これは中高年がやるやつじゃないの、分からんけど。属者はいらんよな。算数ドリル喜んでくれるか。勉強のもんプレゼントされて喜ぶかな。悩む。クロスワード楽しいけどね、クロスワード楽しいけど、小学校9歳がやるかね。高学年、9歳ってもう高学年なんだっけ。むずいな、これ以外。いや、逆にこれは珍しいか。属者全百科は逆に珍しいかもしれん。どれもいらん。クロスワード、俺だったら算数ドリルとかいらない。クロスワードか。パズルになってるから子供でも楽しめるだろう。確かにちょっと知的なプレゼントって感じでいいかもね。これにする。500円だって。他のを見てみよう。じゃあ、あ、クロスワードなくなった。なくなった。属者全百科、この属者全百科なんだけど、属者、属者って何。属者ってのは男の役理想を車やバイクで具現化した夢のマシンのことだ。なんか車に派手な旗とかラッパーが刺さってるけど、こういうのが男の人の理想なの。そうだな。まあそうだな。年頃の男でこういうのに憧れないやつはいねえだろう。それはおじさんだけなんじゃないの。男の人ってよくわかんないよ。でもそこまで言うならこれにする。1000円だって。これにするしかないだろう。じゃあもう、よし、この属者で100円にしよう。男ならこれだ。よし、な、 BGM もついたしな。これしかないな。ありがとうございました。結構見つかったね。ああ、そうだな。他のも探していいが、もう本命を決めて私に行ってもいいかもな。行こう。兄さん近い。行かないとな。兄さんもやんなきゃだよね、サブイベとして。兄さんのやつは確実にやんなきゃだね、サブイベ。バレた、またゾンビや。またゾンビや。トントントン。そう、ゾンビなのに。放せい。いざいもん。見た目だけがゾンビだ。見た目とテキストだけゾンビ。
おい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 、ドン、ダン、うわあ極み、はい、あーまたやこれ死ぬよな、ポキッポキッてやられたら、あーダメやん、痛いよ、あミスった、うい、痛い、もうやだ、もう痛い、ヒャハじゃない、くんないぞ、もうダメだ、ごめん、武器使うしかない、武器をつかんでヒートアクションできない、グガ、ほなまた、ほなまた、長い長い、もうサブイベだけやり始めてだいぶ経ったよね、もう動画とアーカイブだけでも、美穂ちゃんとこ行こう、美穂ちゃんだっけ、翔ちゃんだっけ、カホちゃんだっけ、ごめんはるか、ごめんごめんはるか、ふう、だいぶやってるよね、もうね、なかなか極み2に行けない、まだルーレット諦めてない、もう諦めてもらっているルーレット、もはるかのおねだりはまた別のお話、お、うん、ポケサーズたちもか、ファイターはいつも子供の相手をしてるし、何かいいプレゼントも相手もあるかもしれないな、ここに子供と仲のいい知り合いがいるんだ、何かプレゼントのいい相手がない、知らないかとか思ってな、ポケサーズスタジアムに、ああ、ポケサーでいいんじゃない、ポケサー、ポケサーいっぱい持ってっから、もう俺引退するからあげようよ、もうね、ここによく来るの、ああ、まあたまになよく来るの、ファイター、お、カズマくんじゃないか、今日もレースかい、いやいや、今日は別の要件で来たんだ、おじさん、この人は、この人はポケサーファイターといって、レースの受付や実況してるんだ、いや、いや、よろしくね、お嬢ちゃん、君は新米レーサーかな、うん、違うよ、私ポケサーってやったことない、やりたくもないよ、ああ、ポケサーはいいぞ、よし、特別に俺の熱いレクチャーを、いや、それはまた今度でいい、ははそうかい、そういえば何か用事があったんだっけ、ああ、実は小学生の男の子が喜びそうなプレゼントを探していたな、あんたなら子供の相手も多いし、何かと、何かいいものを知ってるんじゃないかと思ったな、ああ、残るプレゼント、それならとっておきのものがあるぜ、ほんと、うん、なんだとっておきのものって、つい最近発売したポケサーマシン、ゴーレムタイガーリミテッドエディションだ、リミテッド、そう、これは数量限定版のマシンでね、なかなか手に入らないんだ、これをもらって喜ばない男の子はいないさ、数量限定か、
普通に大人でも欲しい。おじさん、これも欲しいわ。欲しいの？いや。ああ、いや、俺は別に。欲しいんだ。うるせえな。男の子へのプレゼントのためってなら、特別にこれを譲ってあげてもいいぜ。何？本当か？ただし、もう一つ条件があって。うん、分かってるよ。ポケスター勝負だろ。さすが、カズマくん。ちょうど新しいカスタマイズマシンを作ったから、腕試しをしたかったんだ。俺に勝ったら、限定マシンをプレゼントだ。もうレースはできるかい？レースする！ねえ。ああ。頑張ってる、おじさん。オッケー。極み2にファイター出てこないのかな？極み2はいくつだろうね、あれは。なんだっけ。あれは。何年撮ってるんだよね。何年後の話なんだろう。頼んだぜ。この時を待っていたよ、カズマ君。これが僕の集大成だ。全力で行くぜ。テンション高い。カズマ君は青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。カウントダウンが始まる。待って、これあれか、芝生の面あるのか。芝生、芝生エリアあんのかな。芝生エリア、僕の走りにめっちゃ芝生エリアあった。めっちゃ芝生エリアあったわ、これ。早いな。展開でいくぜ。なんて気迫だ。復帰するんだ、カズマ君。さすがの気合だ、カズマ君。このままじゃリタイアだぞ。あ、あ、やべえ。あ、待って。うん、見よう。もう。あれがスポンジタイヤだ、スポンジタイヤが。調子悪かったな。力みすぎしまったようだ。出直してくる。次こそ勝とうね。くそー。ファイターの実況最強だぜ。んポケサーコースエディットをカズマくんのために用意したよ。何コースエディット、自由にポケサーのコースを作れるのあれか。おう。しかもコースパーツは全て無料だ。存分にコース作るのを楽しんでくれ。ただで好き放題コースが作れる。そいつはありがたいぜ。大会を開くこともできるようになるから。待ってるぜ。コース作り。じゃコースじゃなくて、プレゼントをかけてファイターとです、これ。すげえ、コース作れるんだけどさ。できるかな、カズマくん。ただでくれよ、お前。ファイターの花道用意しちゃったろ、俺が。恩をあだで返す気か、おい。タイヤをスパイクタイヤ、ドラマチックなレ、このコース頼んだ。この注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。やれること増えまくってるよ、これ。始まりだ。なんかオリジナリティ高い車持ってやがる。僕の走りについてこられるかな。こっちは尻上がりやぞ、ほら。まだ終わらない。勝負はこれからだよ、カズマくん。そうだ、でも勝ちじゃね、これ。あんま強くないかも、このイベントのファイター。少し油断していたな。でもここからが本番だよ、カズマくん。いけるぞ。やるね、カズマくん。楽しくなってきたよ。これ追いつかれることあるかな。
やばい。さらに腕を上げたね。オッケー。いや4時半でしょ。どうしようね。ちょっと休憩せんとやばいかな俺。しまった。待って、よく持ちこたえたね。さすがカズマ君といったところか。てかもうコースアウトしてるじゃんファイター。もうこれ俺の勝ちでいいだろう。もうコースアウトしたんだから。だいぶ眠そう、だいぶ眠そう。カムロ町最速はやっぱりカズマくんだ。おいちょかぶ、おいちょかぶで持ってかれたもん。俺の勝ちだーい。おいちょかぶで持ってかれたわ。ちょっと勝ちかく。なんで腕負傷してんだこいつ。おい、俺のニューカスタマイズもまだまだってことか。おじさんすごい、あんな車作れるなんて器用だね。まあそれなりにな。約束通りこのマシンを譲れよ。わありがとうポケさんファイター。よかったね、喜んでくれ。そのプレゼントもらって。ああんおじさん、これは俺がもらう。なファイター、この限定マシンはもうないのか。それが最後のやつだけど。そうか、やっぱり欲しかったんだね。露骨にプレゼントそのもの結構見つかったね。そうだな、もういいんじゃないこれ。ケルちゃんやでー。公園の中に待ったりすんのかな、プレゼントのやつ。まあいっぱい持ってきたからいいだろう、もうこんだけあれば。どれをあげればいいと思う。セーブしといていろいろ見てもいいか。正解があるの、正解が。みほちゃん、いつかプル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 。ほんと、はるかちゃん。うん、ちょっと見てみてよ。どれどれ。ねえ、あの本をあげれば俺のもんだろう、残りは。おじさんと一緒なんだけどね。どれがいい？目移りしちゃうな。何がいいんだろう。おじさんはこの中で一押しある？一押しか、そうだな。ビニール本かな。じゃあ、このビニールに包まれた本を。ちょっとおじさん、ん？ん？なんだ？本当にこれ渡しちゃうの？大丈夫なの？ああ、少年に最も喜ばせるものを選ぶとなると、おのずとこれになる。本当に？私せっかくできた友達を失いたくないよ。本当にそれを渡して美穂ちゃん喜んでくれる？そこまで言われると少し楽になる。どうする？この本渡すか？渡す。大丈夫だ、はるか。俺を信じろ。ああ、最も期待値の高いものを渡すのが贈り物の鉄則だ。だから俺はこれを渡すのがいいと思う。そうそう、分かった。そこまで言うんだったら私おじさんを信じるよ。みほちゃん、これを。はい。ビニールに包まれた本を渡した。ん？ね、何このビニールの本。何も聞くな。そして決して中身を見てはいけない。ただそっととしくに渡してあげる。それだけで全て伝わるはず。それだけで伝わるの？でもこれをあげて本当に喜んでくれるって言うなら渡そうかな。よくわかんないけど男の子のプレゼントって奥が深いんだね。私も全然わかんない。あ、ごめんなさい、今お金持ってなくて。そんなのいらねえよ、はるかの友達から金なんて受け取れんからだ。じゃあ今度は私からはるかちゃんとおじさんにクリスマスプレゼントあげる。本当？うん、楽しみにしててね。それじゃあプレゼント探してくれて本当にありがとう。バイバイ。なんかかわいそう。ようちゃんうまくいくといいね。そうだな、また今度会いに来てみるか。大人の階段登ったな、これは。キルちゃんやぜー。中入って一回出れば多分。どうだ。あれ、この場から離れなきゃいけないのかな。この場から離れたらなんか、いや、わかんない、抵抗とも出てないので。兄さんと戦いたいけどどうせ多分失敗するからやり直しになる。あ、来た。OK、 離れたら出た。結果気になりすぎる。気になるような結果。喜んでくれたんだろうか。
恋のキューピッドになれたんだろうか。おい、あ、はるかちゃん、おじさん、どうだった？いやどうだった？でもこの反応は、みほちゃん、プレゼント渡した？うん、渡したよ。あの本渡したから、なんだかとしくんと、としくん急に大人びた雰囲気になっちゃって、どうしただろう、最近おとろかしくなったの、ワイルド系が入ったっていうか。へへー、としくん一皮むけたら私のためにプレゼント探してくれてありがとう。はるかちゃん、おじさん、これ約束してた私からのプレゼント受け取って。猫なでシューズを受け取ってありがとう、みほちゃん。うん、こっち来て、こっちこそ本当にありがとう。じゃあそろそろ時間だから私行くね。またお話しようね、はるかちゃん、うん、ほらよかったじゃん。ワイルドだろう、ワイルドトシ君だろう。ふう、喜んでもらえてよかったな。本当にあの本が喜ばれるなんてさすがだね、おじさん、ね、そういえばおじさんは女の子からプレゼントってもらったことあるの？女の子からプレゼントどうだったかな。もしかしてもらったことないの？じゃあかわいそうだから今度何かあげるね。ほんと？そいつはどうも。かわいそう。なんでもいいんだこれ。なんでもよかったんだ。ルーレットやってほしいな。それしか言わなくなっちゃった。ギャンブルの虜になっちゃった。まあいいでしょう。これがはるかの望みなら、これがはるかの望みなら。望んではないけど、はるかが喜んでくれたからよしとする、よしとす。はるかからビニール本渡されて、ビニール本、おじさんこれ好きだったよね、はい買ってきてあげたよ。やるちゃんめっけ、普通のパターン。私もやきるちゃん、そう来ると思ったよ。ダンサースタイルだ。痛いよ。痛い、もう、あ、くそ、せっかく食べたのに。ノーバンバンピンタ、オレイ、オレイ。イトン、タンタントン、ピンタ。もうあれだな。メソリ。トーン、タン、おいしゃーい、よし。こういう感じでやっていくしかないな。でも回復でも。待て。トーン、トーン。ててどうかーい。よし。違う。すげえ。刺さんかったね。どうにか。最速で。
おいふいね、持ち上げないパターンもあるんでね。あー、せっかく貯めたのに。強い、動じない、強そう。さすがや、まだな、ゲルちゃん。ゲージ。おもろいな。ちょびっと。でも次が S か。ダンサブルな真面目に80回勝つ。あとは虫キングと格闘大会か。格闘大会もやんなきゃいかん。アイス食いてえな。アイス食いてえな。超イケてるわ。あれだな、薬局行っとくか、薬局。ちょっと、ちょっと。早いよ。ね、大変なのが結構残っている。いらっしゃいませ。でも。スタミナロイヤル買いまくって、ありがとう。よし、これでいいわけ。これでもひたすら兄さんに会ったらゲージ貯めてヒートアクション、ゲージ貯めてヒートアクションが一番早いはず。そして見せってこれいいかな。キュウリュウちゃんが出るまで店に出入りでダメ？ダメか、兄さん呼べないか、兄さん呼べないか、これちょっとそこな、店の出入りじゃ兄さん呼べないんだって。兄さんが近くに来るまでワープじゃない、リセマラみたいな。ルーレット諦めないね。あ、メスキング、誰かとバトルかな、うん、そうだな、他の相手ともバトルしてみて。お、オッケー、初めてのライバル、これか、やる気だね。ちょうど始めたばかりの子がいるんだ。おーい、ともひろくん、大人？子供？あ、子供だった。なんだ、おじさんかよ。ともひろくん、そういうこと言っちゃダメだよ、みんな仲良く楽しもう。まあいいか、どうせおじさんじゃ俺にかなうわけないしね。ほう、自信があるようだな。へえ、おじさんには俺の必殺技、聖剣好きの餌食になってもらうよ。聖剣好き？昆虫場メスキング、きたー。そう、手入れし直すっていう別のやつやってみる。偽鼻マワーカーオオカミやってる。オオカミ？これがいいんだよ。スーパー聖剣好きあるぞ。聖剣好きはグーか。ってことはパー出しとけば負けないんじゃね？ロメロスペシャル。スーパーばっかりがため。いいぜ、スーパーがついてるやつですね。巴投げ。ジャイアントスイング決めたい。よろしくお願いします。うい、え、強さ182、いいよメガネかけてる、メガネ大丈夫、ゴーグルか、これアングルやばいぞ、弱すぎる。合計122、あ、見たいです、あ、見たいです。
はじめい。パー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 、聖剣好きを出してんだろ、聖剣好きを。だったらパーだ。ダイアントスイングだ。オーライトン、強い、決まった。 OK、 もう一回ジャイアントスイング、どうだ。オーライトン、ハマった、決まった。オーラー、ういジャイアントスイング、勝ちたろこれで。ジャイアントスイング、ストライク、勝った。よし、バーン、君の勝ちだ。虫がつく、結婚してない女の人に悪い男の人が近づくことだよ。詳しくはお父さんお母さんに聞いてね。聞いちゃダメ、あんまり良くないぞ。くそー、なんで負けるんだ。いくらいい技を持ってても、そんな攻め方じゃ出す技がバレバレです。おじさん気がついたんだね。え、どういうこと。いいか、ともひろくん。お前は、得意技しか選ばないんだ。いくら強い技から言って、同じ技ばかり選んでいたら手が読める。もう少し考えて手を決めた方がいいぞ。そうだったのか、強いから、いつもそればかり選んでた。そう、ともひろくんは、超必殺技に頼るあまり、手が偏ってしまっていたんだ。でも、ジャンケンに勝つことができなければ、超必殺技を使うことはできないし、どんなに強いカードもそれじゃ宝の持ち腐れだよ。落ち込むことはないよ。今度はそこに気をつけないせいで、もっとうまく、メスキングを楽しめるんだろうよ。うん、おじさん、メスキングプレイヤーはみんなそれぞれ手の出し方に癖を持ってるんだ。今のみたいに調子で相手を読みながら戦えば、すごいメスキングプレイヤーになれるよ。ふっ、なんだか奥深さが分かってきた気がするぜ。おじさん、メスキングおじさん。メスキングおじさん、やだそれ、呼べて、二度と呼ばないで、その呼び名で。今日はありがとう、また僕と対戦してよ、次は負けないから。あー、いいぜ、だから俺も負けないぞ。メスキングおじさん、トモヒロくん燃えてるね。2にもメスキングあるのかな。お、初勝利のお祝いだよ。お、これお祝いでももらえるんだ。ジャイアントスイング持ってんじゃん俺。え、かぶりもあるの。いつもすまないな、いつもすまない、いいんだよ、ダブってるカードだし、それにみんなで強くなった方が楽しいしね。え、同じカード2枚手に入れることもあんの。同じだったよね、多分。違ったか。あ、メスキングおじさん、他の誰かとバトル、新しい対戦やと紹介してもらう、うん、そうだな、紹介してくれ、うん、うん、いいよ。次の対戦相手は、最近スランプ気味の子がいるんだけど、なんとか調子を取り戻してほしいんだけど、おじさんとの対戦がいい刺激になるといいな。俺に負けたらまたやめちゃうんじゃないか、そろそろ。女の子もやってる、博士女。おじさん、この子と対戦してくれないかな。さっちゃんが上手くなるいいきっかけになると思うんだ。最近ともひろくんにも勝てないし、なんかやる気出ないんだよね。ともひろくん強くなったのはこのおじさんのおかげなんだよ。ともひろくん強くなったのこのおじさんが。あ、本当さ、そうなんだ。それじゃ私もおじさんとバトルして強くなる。よし、昆虫場メスキング。メスキングしてるよこれ。女子がメスキングしてる。帝王ゼミ選んでみる。スーパー制限付きまだ出してないでしょ。スーパーばっかり固めも出してないし。ああ、俺が持ってたのスーパージャイアント昆虫との相性。相性あんの。焦らせ、脳天落としやりたい。脳天落とし、遠くでめっちゃ喋ってなかった。遠くで、強さ182。どうだ。アウトな気するな。意外と強いぞ。相性を良くしなきゃいけないのか。はじめ、スーパー聖剣好きやりたい。
バセゲン好き。相手がグー選んだってことこれ。ああ、お尻はやめてください。お尻はパー同士かダメじゃん、お互い。オッケー、脳天落としだー。あれー、ドーン、よし決まったー。パンツ、ふぅ、発説終わってるかもしれない。スーパーセケン好き出したい。オッケー、おお決まった、完璧だ。イエス、イエイイエイイエイ、君の勝ちだ。アメイス、喋ってるよねこれね、遠くの方で。確か拾うやつはアーカイブ2つ見れてないけど、残り3枚まで行ってた気がするから、今日拾ったので残り2枚まで行ってるはず。あとは報酬でコンプ、どうなんだろう、どうなんだろう。ぐねねね、ふっ、熱い勝負だったぜ。やっぱり負けるの悔しい。でもおじさん強いんでね。なん、私の何がいけなかったんだろう。どうだな、ついてあげるならば。だがお前は特定の手を出すときだけ手が丸は張りなんだ。え、自分には気づいてないかもしれないが、必殺技、必殺予告の効果を出すときだけ手を選ぶのが早いんだよ。おじさんすごい、その通りだよ。サッちゃんの癖を見抜いたんだよね。いい技はつい使いたくなるもんだ。だがそれだけじゃ勝てねえからな。すごいおじさん、私今日からおじさんのことメスキングおじさんって呼ぶ。おじさんもっと強くなりたい、うん、みんな仲良くなりながらうまくいっていく。ジュ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 、いいよね、うん、また大選手をあれなんだよね。やっぱり高齢がさあるからさ、口内を避けて喋ろうとすると路列が回らなくなる。でその痛いところに触るとちょっと止まっちゃうし、喋るのが。いや、うん、治んないな。喋るたびに当たるから治らん。これあげるよ。必殺予告、技を出すにはカウント10でボタンを押して必殺技を出す。攻撃力がアップ、予告、うん、いいのか、またもらってしまって。いいのいいの、ダブリだからさ、すまんな。71おしまい。眠いからかと思った、ね、な、眠いのもある、眠いのもあるけど、うん、経験値のせい。誰かとパトロールする、それもある。新しい対戦だとよろしく。めっちゃいるな、多い、うん、そうだな。今のおじさんならマサル君がぴったりかな。マサル君、またイノキで喋る。イノキで喋った方が痛くないよ、でもね。イノキの方が痛くないです。だって、あれなんだ、もう、マサル君だよ。マサル君、このおじさんと対戦してみない？最近すごく上手くなってきたんだ。おじさん、蜂のカード持ってる？あ、持ってるぞ。持ってるんだ。おじさん、蜂の魅力わかるんだね。マサル君、本当に蜂が好きだね。将来が少し心配だな。なんで？蜂の扱いなら、誰にも負けないよ。さ、勝負だ！よー、よし、じゃあでも頑張ってね。昆虫城メスキング、これだったら痛くない、マジで。なんかほにゃほにゃ喋るの、蜂を使えってこと。もうとりあえず強さ200のさ方がいいんじゃないの。相性のいい技を選ばないとあれが上がらないんでしょうね。相性のいい技なんかダメージ低いんだけど、なんで？連続締め、担ぎ落とし、これでどうだ。遠くで叫んでる。
あ、でも調査200までいった、うん、おお8露出度高いな、8しかも眉毛がすごい怒っている、怒り眉毛だ、テカテカだな。はじめ、相手の出すって分からんかな。うん、あー間違えた、負けた、発撃落としだ、いった、決まった、ひゃー、相手がどれ選んだか分かんないの、グッ、もう一回グー、よし、ドルネードバックブローだー、ドーン、強い、決まったー決まったー、ああ、引き分けだ、はあ、ああ、うわー、究極必殺技、ああ、痛い痛い痛い、やめてー、大広げーどうだ、究極必殺技、究極必殺技ってどうやって出すの、やばい、これ判定負けになる、うん、よし、トルネードバックブローだ、どれー、よかった、よし、決まったー、イエーイ、よしよし、うん、聞こえた、これ聞こえてる、これ遠くの声、勝てないもんねって言ってるやつ、俺の足長バチちゃんが、俺の鉢への愛が足りなかったのか、いや、そんなことはない、お前のデッキは足長バチのためによくカスタマイズされていた、今のバトルを通じてお前の鉢に対する愛をひしひし感じたさ、ありがとう、へへ、勝負が終わればみんな 仲間、それがメスキングのいいところなんだよね、ああそうだな、ふう、聞こえてる、あれだから俺喋ってないけど、そうそう、メスキングおじさん、マサル君に勝ったお祝いあげるよ、メスキングおじさん、あ、スーパーロメロスペシャルナンバー12だ、今のおじさんならこのカードも使いこなせるはずだよ、なんだかいつもすまないな、愛さえあれば、さっちゃん劇場前のお店に行ってみようよ、もしかしたらレアカード出るかもしれないし、知らない人ばかりだとここ行くのやだよ、この子は友廣とさっちゃんか、劇場前、大丈夫だって、メスキングプレイヤーに悪い人いないよ、うーん、分かった、でも私見てるだけだからね、おじさんどうしたの、メスキングは劇場前のクラブセガにもあるのか、うん、そっちもすごい人気だよ、ただん、いや、なんでもない、他のお店のことは僕はあまり知らないんだ、そうか、何か知ってるんだったら言っといた方がいいぞ、今のうちに、用意、クラブセガのとこ行った方がいいんか、これは、いいんか、ここでいいかな、治安が悪いメスキングでもあるんかな、あるんじゃない、誰かとバトル、新しい対戦相手をくれ、そうだな、おじさんのカード見せてよ、あ、結構たくさん集まってるね、これならもっと強い相手ともバトルできそう、そうだな、次の対戦相手は数でよるんだ、うん、あ、さっきの2人か、ともひろくん、相手入ってくるだなんて、一体何があったんだ、さっき劇場前のお店にメスキングにいたの、そしてたまたまお店にいたこと戦うことになったんだけど、そいつに負けたらお前みたいなザクはメスキングをやる資格がないって、何、本当か、ひでえな、俺初めてだよ、メスキングやっててこんなに悔しいのは、ともひろくん、そいつはまだ店にいるのか、多分いると思う、博士頼むよ、そいつと戦って俺の敵取ってよ、
ダメだよ。敵討ちなんてよくないよ。メスキングはみんなで楽しむものなのにさ。大丈夫だ、俺がやってる、博士。なんだよ、博士。俺こんなんじゃメスキング楽しめないよ。博士の口なし、もういいよ、博士には頼まないから。ともひろくん、まあそういうな、ともひろ。え？え？俺が劇場前の店でボコボコにしてやる、案内してくれ。え？そんなおじさんまで心配するな、博士。敵討ちに行くわけじゃない。じゃあどうして？無礼な奴らにメスキングの楽しみ方を教えてやるためだ。おじさん、メスキングおじさんが来るぞ、メスキングおじさんが。チャコいらっしゃい、おことんです。じゃあ俺は先に店で待ってるよ。ああ、メスキングおじさんが行くぜ、今から。うん、本当にみんなで楽しむためならあえて戦わなければならない時もある。待ってろ、勝ち込みだ。うん、メスキングにガチになってる、ガチに。うん、うまい。これでサブイベが、あ、あと11個です。あと11個。あと全部ですか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。あと4つ、あと5つもあるってさ、これも含めると。んで、小牧流でしょ。その後は、地下闘技場。あとなんだこの2つ。困るな。ほぼほぼ埋まってます。メスキング多いマジで。いい加減ルーレットのことを忘れてほしい。はるかルーレットは忘れてくれ、はるか。おいおっさん、金出せや。バツ上げか。俺も舐められたもんだな。誰かこつけてんだ、出さんならやっちまうぞ。え、街のゴロつき、いきなり話しかけられたけど。おいおいおい、おい、あ、踊るやないか。乱入パターン。痛いもん。踊ろうやないかい。おいおい、痛い痛いよ。ドレドンドン、おだ兄さん乱入きた。これこんなパターンあるんだね。おいおい、おい、ドゥーン、バーン、バーン、ドゥーン。よし、ドゥーン。ゴミなのか、たまたまなのか。よし。おい、うわ、すげえ。とりあえずを、うい、回復の手を与えん。ミリですね、こんにちは。ナイビッツ、センキュー、ありがとう。もうドーピングしまくる。
ドゥドゥン、バーン、よし、いいぞ、ナイス、勝った。やっぱこれだな、アイテム使いまくるのが基地だな。ごっついの、俺の負けや。また来るぜ。俺に内緒で楽しもうったってそうはいかんで、今度から喧嘩するときはちゃんと俺を呼べや。おもろいな。あともうちょいです、あともうちょいで S ランクだ。ありがたい、このペースでいきたいもんですね。かわいい。メスキングの準備はいい。ああ待ってくれ。ああ大丈夫だ。もうまたやられに来たのかや、ガキ大将風。そうは見えん。なんだ俺、あいつがやられたの、ノブオって言うんだ。なんだ、お前、親にチクりに来たのかよ。親じゃないわ。え？てこえー。お前の父ちゃんヤクザだったのかよ。俺の親じゃね。お前とメスキングで勝負しに来たんだ。へ、なんだ、おっさん。メスキングやんのかよ。ああ、ずいぶん少年の悪い奴がいると聞いてな。なんでそう？大丈夫じゃん。昆虫城、メスキングやるぞ、打撃技、投げ技だからアゲハ行こう。攻撃るか、予告とかもやってみようか。担ぎ落とし、え、ジャイアントスイングとかって打撃技じゃないの？分からん、テクニックなんかそういう、分かんない。これ強い技使いたい、派手な技出したいのに、派手な技ことごとく相性があれなんだけど、相性とか考えなくていいんか。これも全然薄着だな、おい。こんなゲームは、こんなゲームでそうだ。相性とか関係なく選んでいいんかな。ええ、数値で勝ってる。ジャイアントスイング投げ技だと思うんだけどね。マンガの支度いってらっしゃい。はじめ。おえー、連続締めがやりたいだろう。おれー、どうだ、決まった。はい。ええー。と燃え投げ。やうわ、どうだよ。散歩からお帰りよ。これどうだ。よし。おらおらおら。ギリ残った。何？おお。びっくりマーク出ればいいのか。おあげだ。発動落とし。なるのかな。おかしいが、うまい。なんだこのおっさん、大人のくせにメスキング強え。
雑魚にメスキングやる資格はないだっけ。それはそれじゃバトルに勝った俺からもお前にいろいろ言ってやりたいことがある。なんだよ、お前は今日から友博の友達だ。もうお腹そうなことするんじゃないぞ。え、ええ、メスキングが強さを競うための遊びじゃない。みんなで仲良く楽しい時間を過ごすことが大事なんだ。だから勝負に負けた相手を突き放すようなことは絶対にしちゃダメだぞ。頼む、友博に謝るんだ。はい、分かった。ごめんな、ごめんな友博。友博でもそれでいいな友博。うんうん。ねえねえ、俺の持ってるカードでなんかいいデッキ組めないかな。よし、ちょっとカード見せてみろよ。一緒に考えてみようぜ。仲良し、かっけーぜ。確かにこのデッキ強いかも。だろう、お前なかなかいいカード持ってんじゃん。これならもっと熱いバトルができるよ。うわー、じゃあ早速やろうよ。博士、お前が言ってたのはこういうことだろう。あのメスキングおじさん、おじさんとメスキングのおかげで新しい友達増えたよ。そうか、よかったな友博。これダブリなんだけど、よかったらあげるよ。ほい、おーカマキリ、カマキリ、あーカマキリ、カマキリはありがとうよ。うん、うん、俺をしなきゃいけないのは俺の方だよ。友博もノブも仲良くな。うん、うん、今度一緒に中道通りの店に行くよ。はい、はい、カマキリ、カマキリの思い出が、カマキリは NG。 でももうあれ以来もう1歳ですか。もう1歳亡くなった。うん、また後ろから、ん、怖っ。もう俺はあれもう溜まったな。違う、バーンバーンベーン、オラーで、これはそうです。あっ、ジュンジュン、トン、トントン、バーン、トン、よし、いいね。で食べて飲んで、で装備に変えてと、ドン、バーン、えい、ドン、金さえかければもういくらでも、あとはこれ、ドン、バーン、早い、対策はもうできている、完璧だろ対策は。ふしも同人とはさすが蹴られちゃいえん。ローピングの作戦だね。早くからこうすればよかったんだ。こうすればだいぶ時短ができてたのにね。ダメだった、そこまで頭が回ってなかった。待たない、待たない、早くない。全然全然あれがやってないよ。うん、因縁ランク C 以上に昇格、町で職務質問してくる男を倒す、うん、S ランク昇格、 S ランク以上、派手な衣装のマジマを倒す、2回倒す。いやこれ無理じゃない、これどうやってやれっていうのこれ。いろんなマジマを探さなきゃいけないじゃんこれ。これ無理かなこれ。どうせだとこれもマックスしたかったけどね、これ。マジ部下。マジマの部下からのメールをチェック。おやじは休憩中です。経験値もう1000ぐらいあるよ、もう。めちゃくちゃ溜まってっけど。もう経験値の使い道ないから現金に変換してほしいよね。そう、使えないね。早くないよーだ。
勝たないようだ。5時か。おじさん、あの子に勝ったんだね。ああ、今度こっちの店にも来るみたいだ。困ったな。あっちにしろ、勝ち込みに来るんじゃねえ。ただ遊びに来るだけだ。どういうこと？そうなんだ。いい笑顔だ。なるほど。やっぱりおじさんはすごいや。そいつ話をして、しかも仲良くなって帰ってくるなんて。大したことはしてねえよ。お前がいつも言ってることだろ。博士の過去、いつもじゃないよ。昔の僕はむしろその反対の子だったんだ。え？どういうことだ？実はね、僕は昔、劇場前の店によく行ってたんだ。そうだったのか。ってことは、信夫とも知り合いなのか。そっか、信夫だったんだね。友博君にひどいことしたのは、あのお店に通ってた当時の僕は、悪い意味で有名だったんだ。誰に対しても手加減しないやつだってね。今の博士からは信じられないな。でもある時、友達にボコボコに勝った後で、喧嘩しちゃったんだ。それで、博士はもう遊ばないって言われちゃって。その時気づいたんだ。メスキングで一番大事なのは何かって、ただ勝負に勝てばいいってのもじゃないし。その間違いに気づいた僕は、あの場所から逃げちゃったんだ。それで中道通りの店に、その友達とはそれからどうなったんだ。その喧嘩以来会ってない。聞いた話したお店にも来なくなったみたい。そうか。強い方が正しい。わかりやすくていいじゃない、博士。ん？大人だってそうでしょ。いつだって強い方が正しいんですよ。タケルくん仲良くなって、なんて煩わしい。メスキングが勝った方が偉いんです。負けたはさっさと台を譲って去るのみ。ダメだよ、そんなことしちゃダメ。みんなで台を譲り合って順番に遊ばなきゃ。大人のメスキングプレイヤー、ノーボーに勝ったというのはあなたですか？なんだお前は。私はタケル。みんなからはレンコインのタケルと呼ばれ、恐れられています。レンコインのタケル。台を独占するんじゃない。迷惑なやつだな。いや、そうじゃない。強い方が正しい、勝った方が偉いだぞ。メスキングはそういう遊びじゃないだろう。弱者が何を言っても意味ありませんよ。文句があるなら私と勝負しても私って言うなおい。いいだろう。オイラって言う、オイラっていいだろう。仲間と共に強くなった俺の敵、見せてやるぜ。ほら。昆虫城メスキングバカめ。愚か者め。ミンミンゼミ。この強さが強い方がいいんだよな、これ多分。カマキリ使うか、せっかくもらったし、カマキリ拳法見させてもらいます。これ相性とか別にいいんじゃないの？適当に入れちゃえば上がんの？あ、また先使いたい。スーパー脳天落とし、これだ。カマキリ、カマキリ、キュイー166、強さ。てーい。太陽攻めきた。やばい、負けてる、強さで。やっぱ相性を気にするべきだったか。やめろ。見せつけんな。パー。フロントチョークだー。ドスドス、ドス、うげえ。決まったー。やめてー。丸見えだ。パーだ。もっかいパーで。もっかいチョキー。そんなー。フロントチョーク、アイスアイス、ナイス。ふふー。ねえ。チョキ。あー、おあいこか。待て、チョークしか出してこないな。チョキしか出さないのか、もしかして。そんなことはない。おい、なんだよ。チョキ出せよ。グー。おい、なんだよ。チョキ出してこいよ。じゃあばい、俺がパー出してやるよ。じゃあ、なんだよ。
そ、負けるこれ。ちょっともうグッ、よし、あと1回でもアイコになったら死ぬぞ。もうスーパー聖剣好きだ。オラオラ決まった。でも威力弱え、相性悪いから。なになになに、どれ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 、あ、よし、うまい。ここに来て脳天落としだ。んでぃぃぃぃ、助かーい。よし決まったー、やっかい。よし勝ったわギリギリまで持ってかれたけど勝ったわ。いい勝負、うえーい、ドーン。接戦だったぜパンツ。イエーイ、ウィー、君の勝ち。ないかも、ギリのギリ。クソ、これがお前がバカにした俺たち仲間全員のカードを合わせて気の力だ。こんなの認めません。一人で調査を重ねてきた私のデッキが負けるなんて。それが敗因さ。なに、俺は博士や他のみんなとバトルすることで互いに腕を磨き合い強くなってきた。ずっと一人で遊んでるだけじゃここまで強くなることなんてできなかっただろう。おじさん、お前もさらに強くなりたいなら友達を信じてみんなに助言を求めてみるんだな。もうそんな友達なんていないさ。僕は友達を踏み台にしてここまで来たんだ、タケル君。それにクイーンなんか黙っちゃいない。クイーン、そうね、クイーン、姫ちゃん。タケルさんお疲れ様。他店の人に目を負けてしまうなんて情けない。あなたはここまでのようねクイーン、姫だからクイーン。そこのおじさま、私劇場前店のナンバー2をしております。よろしく遊ばせ。ああなんかすげえのが出てきたな。今時間がないのでご挨拶だけですが、今度私とも勝負していただけないかしら。劇場前店が私のお庭ですので、ぜひそこでお手合わせお願いしますわ。ああそれではまた、ごきげんよう。ごきげんよう。あわわ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 、どうした博士。いや僕どうもあの子昔から苦手で。昔から、うん、塾でも一緒でさ、昔はすこすこ仲良かったんだけど最近はあまり話してなくて。お前塾なんて言ってたのか。失礼だな、僕だっていつもゲーセンにいるわけじゃないよ。塾の行き帰りのわずかな時間にここに寄ってるだけだってば。そうだったのか。あ、そうそう、この前これがダブっちゃってさ、きっと今のおじさんなら使いこなせると思う。だからあげるよ最後の力。なんだこれ、ピンチの時一発逆転ができる。へえ。いつもすまないな、おじさん。博士、これから私もここでみんなと一緒に遊ばせてもらえないかな。何言ってるのタケル君、メスキングで遊ぶのに許可なんていらないよ。ただ一つだけ、みんなで仲良く遊ぼうね。うん、ありがとう博士。タケル君、ここまでのようね、さようなら。引導を渡されちまったよ。めっちゃ経験値が溜まっている。めっちゃすごカードだよ。めちゃめちゃすごすごのカードだよー。めちゃ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 ちゃめちゃめちゃ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 ちゃ。あっ、ちょっとタウリナーマキシマムだぜ。25踏ん張りしたぜ。ヒルちゃん、町のギャングが
いや、でも5時半か、どうしよう、ご飯も食べるでしょ、あと7時ぐらいからやるとして、ちょっと休憩しようかな。ちょっと休憩しようかな。長引くとやばいかもしれんな。クイーン気になるな。なんでハルカルーレットを迫ってくるの。あれなんかハルカのおねだりみたいなやつで、ハルカのお願いを聞いていくとハルカの好感度上がっていくやつを やってたんだけど、あのおいちょ株で300点買ってとかギャンブルを進めてくるようになってから、ちょっとハルカと距離を置いています。ちょっとハルカとの心に溝ができたかもしれない。ちょっとめっちゃ大人にギャンブル進めてくるんで、あれかもしれない。ハルカと言うと身を滅ぼすかもしれない。俺休憩する。ちょっと休憩挟もうかな。この後またご飯食べて、晩ご飯食べて、でちょいと休憩してから、また夜、YouTube の方でね、あれ、バイオハザードは YouTube の方でやりますんで、こっちでもやりたいけど、YouTube じゃなきゃ絶対見ないって言われるから、私 YouTube 以外は絶対見ませんので、言われるから、ちょっと YouTube でやります。なので YouTube 見に来てください。7時過ぎぐらいかな。予約枠取れたらまたツイートすると思うんで、予約枠取ったよっつって。なので、よろしくお願いします。アバターないと寂しいけども、せっかくアバターポイントをね、ちょっとコメントしやすいようにアバターを出したんだけども、まあ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 、ね、いろいろやっていこうかなと思っていますんで、よかったら見に来てください。お願いします。みんなも晩ご飯食べてね。で、あれだよ、だから7時から、10時ぐらい、10時まで、YouTube でやって、その後、映画なんで、牛首村なんでみんな忘れないように、なので、牛首村メインの方はちょっと仮眠でも撮って、一緒に見ましょう。10時からは、ジンタロードショー。金曜日だったものが土曜日の夜10時に移動したので、そこだけ、お楽しみください。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、準備しててください。マック買っていこうかな。いいなマック。俺もマック食べながら見たいな映画な。まあいいか。お疲れ様でした。切ります。